このお話というのがですね、S さんという女性が体験したお話なんですけどこれ前提として S さんですね、小学校34年生の頃にお父さんを亡くしてるんですね。でこのお父さんというのが地下鉄の工事をなさっていた方で後輩の人をかばって地下に転落して亡くなったと。 で、S さん、ですね、自分が小学校3、4年生9歳、10歳の頃ですよね、その頃にお父さんを亡くしてしまって、まあ、思い出としては数が少ないんですけれども、そのお父さんがとても優しかったと、こぼんのうな方で、そして動物が大好きなお父さんで、ちっちゃいこの思い出がまだずっと残ってる、そんな S さんがお父さんを亡くして、数日後に体験したお話だそうです。 夜寝てていたんでですってでその部屋っていうのが寝室で S さんと S さんの妹そしてお母さんでおばあちゃんこの4人が寝室川の字になって寝ていたと。で夜にですねパッと寝ている時に S さんが起きたんです。なんか目覚めてしまったあ起きちゃったなと思ったら寝室の入り口にですね謎の人影が立ってる。えっ何だろうと思ってみるとぼー とした人影なんですよ顔がシルエットになっていて分からない誰だか分からないけど S さんはあお父さんだと思ったらしいんですよなんで分かったかっていうとお父さんはいつもダークブラウンのロングコートっていうのを気に入って着ていた方だったとでその人影っていうのが顔は分かんないけどダークブラウンのロングコートを着ていたなのであお父さんが帰ってきてくれたんだ S さん起き上がってその寝室の入り口まで行って。 で「お父さん」って言って近くに寄ってそしたらお父さんが S さんの手を握ってくれるんですってでその時に S さん「じゃあお父さんこっち来て」って言ってお父さんを玄関まで案内したそうなんですよ。なんでここで S さんがお父さんを玄関まで案内したかっていうと玄関には大型犬のサムっていう お父さんんががが可愛がってた犬がいるんですってでそのサムに会わせてあげたいからお父さんも大好きな犬だから会いたいだろうと思って玄関に連れて行ったでそこでサムもお父さんに気づいて「あっよかったお父さんが来てくれてそして犬にも会えた」と思っていたらそのお父さんが握っていた手をですね握ったまま玄関のドアを開けるんです。 で玄関から家の敷地を出るまで石畳のようなところがあって多少ストロークがあるんですけどそこをエッサの手を引っ張ってお父さんがずっと歩いていくんですって。外に出るんだと思っていたらその石畳の途中でですね左側からバッと一人の人影がまた現れた。でこの人影っていうのがまたお父さんと同じように顔がシルエットになっていてわかんないんですって。だけど ピンクのスーツを着ているちょっと小太りな女性だっていうのが S さん感覚で分かったんですってでこのお父さんとその女性っていうのが何やら会話をしている声は聞こえないんですよでも何か喋ってるなっていうのが分かるそしたらそのお父さんが S さんの握っていた手を離したそしたらピンクのスーツのおばさんが S さんの手を取って寝室まで連れて行って寝かしつけてくれたで翌朝 S さんはパッと起きるわけですあ あれだだだっったたんだろう夢だったのかなでもお父さん来たよなと思ってお母さんにそのことを話したわけですよ。お母さん昨日の夜お父さんが来たんだけどって言ってお母さんも喜んでくれるかなと思ったらお父さんが亡くなってまだ数日だったんでお母さんにひどく怒られたそうなんですね。あんたそんなよくわからないことばっかり言ってみたいなえでも本当に来たのになと思っていてそしてまたその日の夜です。寝寝室で4人で人ている 夜中パッと目を覚ます、S、さんまた寝室の入り口に昨日と同じようにお父さんがいるんですって「あお父さんだ」とまたお父さんのそばに駆け寄っていくお父さんに腕を取られるそしてまた玄関を出ていく昨日と同じような展開になったとで昨日はピンクのスーツのおばさんが石畳の途中で出てきたんですけど今日もやっぱり現れたんですそしてそれと同時に反対側の方向から一人の男性が現れたんです。 で、この1人の男性っていうのもまた人影顔はシルエットでわからないけど直感で S さんが感じたのはあこの人は白髪で白いひげが生えている見えないんですよ見えないんですけどそう感じたそうなんですそして浴衣をその方は着ていたそうです謎の男性が現れたピンクのスーツのおばさんが現れたそして手を握られている S さんがいてお父さんがいる。そそしたらその、 今日現れた謎の男性浴衣を着た男性というのがですね S さんのお父さんの肩を叩いたらしいんですよ。でそれっていうのがなんか「頑張れよ」みたいな激励の叩き方じゃなくて攻撃をするような叩き方だったと。でそれを見て「あお父さんがいじめられてる」と思って S さんは「やめて」って言おうとしたんですけど昨日と同じようにピンクのスーツのおばさんがそこで S さんの手を取って寝室まで連れてってくれた。 そししててて寝かしつけてくれて朝にななった。昨日と同じような状況。一人登場するキャラクターが増えたようなよくわからない状況になったんですねそして3日目の夜なんですこの日も寝てる起きるそうするとお父さんが入り口に立ってるまたお父さんのところへ行く腕を取られるまた石畳を歩いていくで今回はピンクのスーツのおばさんとおじさんがその石畳に出てこなかったらしいんですよ。で家の敷地を出て 道をずーっと歩いていくと緩やかなな坂になってるそうなんですねでその坂を登っていってる時に辺りがすごく明るくて夜とは思えないんですよ真夜中とは思えないような光り輝いていててまばゆようなな状況に周りがなってるでその坂の上を登っていくとお父さんが昔 S さんと一緒に歩いていた散歩コース大和川っていう川があるらしいんですけどあお父さん多分川のところに行くんだなってなんとなく S さん思ったんですって。でその 坂を歩いてる途中にまた昨日と同じようにピンクののののスーツのおばさんと謎の浴衣男バッて2人同時に現れてでその男性というのがですね昨日はお父さんの肩を叩いて攻撃するような感じをしたって言いましたけど3日目の今晩はお父さんの首筋をつかんで思いっきり殴ったんですって謎の人影が。 えなんでこんなことするのと思って S さんも涙流してしまったとそしたらまた同じようにピンクのスーツのおばさんが手を取って寝室まで連れてってくれてまた目が覚めたと変なことが3番2番ついたんですよねこれどういうことなんだろうなと思いながら夢とは思えないような現実感があるとそして4日目なんですよまた寝てる起きるお父さんがいるお父さんのところへ行く腕を取られる家の敷地を出るそしてまた 昨日と同じように外行く緩やかな坂を上がっていく白くまばゆいんですってで昨日はここでおばさんとおじさんというか男性が出てきた今回は出てこないで坂の上まで行ったそうなんですで上まで行ったところでなぜかバス停がそこにあったそうなんですよねで S さんの家の近く自分でもちろん分かってますバス停なんてそこにはないんですよでもそこにバス停があってそのまにバスが止まってるんですって でお父さんは S さんの腕を取って乗りなさいそういう仕草を見せるでここで初めて S さんは怖くなったらしいんですねえこれどういうことだろうと思ってお父さんやめてって初めてそこで抗ったんですよそしたらそのバスに乗っていたどうやら一人の乗客とおぼしき男性がバスから降りてきたまたシルエットなんです顔はわからないんでですだけど感覚で 顔は分からないけど赤ら顔をしていてお酒の匂いがちょっとした男性が降りてきた比較的若いような感じを受けたそうなんですそしてその人影は S さんとお父さんのところに近づいてきてお父さんとその男性が何やら話をしてそしたらそのお父さんがですね下をうつむいて首を振るような仕草をして S さんの手を離した。 そしたらそのお兄ちゃんというかそのは比較的若いと思われる人影の男性が s さんの手を取ってお家まで連れてってくれてまた翌朝目が覚めたっておかしいことが4日続いたんですねで次の日はこれはもう夜じゃなくて昼です昼に s さんが自分の妹と一緒に玄関で遊んでたんです大きな犬がいるって先ほど言いましたけどサムっていう大型犬とまあ ささん妹さん妹人で遊んででいたでお母さんが「おやつですよ」「3時のおやつがあるよ」ってことを呼んでくれたから「あー食べに行くゆ」っておおやつを食べたお菓子を食食べべたた菓子じゃあ続きまた遊ぼうって言って玄関に戻ってきてサムと遊ぼうとしたらほんの数分の間にサムが死んでたそうなんです。おやつを食べてる間にさっきまで元気に遊んでいた犬が急に亡くなっていた。 でそれを聞きつけたお母さんというのがやってきてですね「あ,あお父さんサムが大好きだったからねお父さんがいなくなってからサムも寂しそうにしてたからもしかしたらお父さんが連れてったのかもしれないね」涙をポロ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 お母さんもこぼしたんです。でこのお話というのが S さんは本当にあったことなのか夢なのか自分でもはっきりしなかったとそしてこの話を家族にすると。 他の人例えば親戚とかいろいろ話をするとですね自分のお父さんが愛していた娘を連れていくはずがないとバカなことを言うなそんなことばっかり言われるから自分の中で夢だと思い込むようにしていたんですって。だけど S さんが中学生になったある日ですね、えー、父方のおばあちゃんに久しぶりに会う機会があった。会うって決まった時に S さんじゃ叱られるかもしれないけど聞いてみよう。 こういうことが昔あったんだけど、おばあちゃんにそのことを話してみたんですって。そしたらおばあちゃんが、あ、そうだったのって言って古いアルバムを持ってきてくれて、そして3枚の写真を出した。これ見て、って、1枚目っていうのがちょっと小太りのピンクのスーツを着た女性。30代ぐらいだったって言います。で、この女性というのが亡くなったお父さんの妹さんなんですよね。 S, S さんからしたらおばさんにあたる方なんですけども S さんが生まれる直前に、まあ、不幸にも亡くなってしまったと、えー、めいっ子が生まれるのをとても楽しみにして亡くなった方がいたと次これ見てって2枚目が白髪で浴衣を着たおじいさんだったそうなんですね。のののの良いいい方方方だったたそううですでこの方というのがおお父さんのです、ね、おじいさんんじにあたる方 えなので S さんからするとひいおじいさんという方なんですけどでその方ももうだいぶ前に亡くなられているで3人目3人目っていうのがまあ比較的若い方男性20代でこの方というのがお父さんの仕事仲間のお友達だったそうですお酒を飲んでよく失敗することがあったけれどもその人柄の良さからみんなに愛されたそういう男性が写っていたあ じゃああの時のあから顔って感じたそしてちょっとお酒臭いって感じたっていうところから自分が夢現実なのかわからないところで見た3人とすべて不幸が言ったと人間過ちを犯すことはありますよね人間でも霊でも同じように過ちを犯すことはあるのかなあまりにも寂しくて自分の娘をもしかしてお父さんは連れて行こうとしてしまったかもしれないという そんなお話でごござざいいままししたたありがとうございましたちょっと今日ノブ、はい、さんに聞きたいことがありましてノブ、はいはい、さんって言えばあれですよね「このチャンネル恐怖の」の、えー、他の番組であの「角倉科スの階段カ談ール室」でもご一緒させてもらったんですけど、はいはい、確かその時にもちらっと話題が出てたんですがノブ、はい、さん自身もちょっと少し霊感といいますか。はい なんかご自身もなんかちょっと霊体験的なものがあるって話が、はい、確かその時もちょっと出てたんですけどなんかちょっとその辺をお聞きしたいなと思いましてなんか、うん、自分自身で、うん、あこれが多分霊体験したんだなって思うのが、はい、もうそれこそ小さい時に見てるんですよ。はい、おいおいくつぐらいの時えっとね多分小学校低学年ぐらいの時には。は<あ>はい、はい 多分ってるんですよ多分というか見てるんですよあの、えー、父親と一緒にはいでそれの見たのもそう父親がもともと僕をお産むまで前に仏門にいたんですよ、はい、あっそうなんですね、はい、あいわゆるこう僧侶っていいますか、はい、お坊さんがやられてたとそうです、ねはい、で一応そのお葬式行けるぐらいまでの感じだったんですけど、うんうんはい、若かった たんでその説法を解くのがやっぱこうお年寄りに対してこう説法をしないといけないとかはい、はい、こう若くて説得力もないしいろんなことやりたいなっていうので、うん、そうやめてで結婚して僕をっていう感じなんですよ。なるほどはいはでその父親がめちゃくちゃ霊感強くてですね。 いや何となくですけど僕もいろんなお話集めますけど結構霊感強い方って割と女性が多かったりするイメージあったんですけどノブさんかはお父さんが父親なんですよで僕名字珍しいじゃないですか大赤みです実はその日本に6世帯しかないらしいんですよ噂によるとはいそうなんですねでその大赤身のその名字自体にちょっと違和感があって <え>その代々大赤身家のこの何て言うんですか血筋はですよ<え>でその影響もあってまあ親父が仏門に入ったのもあってかまあ親父もまあねあの存命ですし僕も今ね元気に生きてるんで、はい、その辺は大丈夫なんですけどなんかそういったのもあって父親僕でも。 お親父の妹、はい、僕のおばにあたる人が僕が知ってる限り大赤身の中では一番霊感が強くてへえあじゃあもう、まあ、性別それかはもうそのお赤身さんのその家系といいますか血筋にやっぱそういう力を持ってる方が多いとへえいやでも確かに結構遺伝するって話は聞いたことあるんですよだからそういう形なん,多分あると思うんですか ノブさんはその小学生の時にもうすでに何かしら見てったというだって本当にもう信じてもらえないんですけどいやいやもうみんな信じますよみんな信じてもらえないんですけどいやいやおやとね散歩してたんですよ夜散歩しててでいつもと違うルートで帰ったりするのが楽しかったんですよ親父と一緒になるほど散歩コースでをしさかったんでで あれ「こんなとこあるやんか、うん。ここ入ってみようよ」って言って親父の手引っ張ってその路地行こうとしたら「あかんな」っ,って言うんですよ。親父が「ここの路地あかんな」って言うんですよ。何に言ってんのお父さん行こう行こう行こういやいやいやあかあかあかやいて待やいやっやいや聞こえへんか足音聞こえへんか」って言うんですよ。いやいやいや聞こえませんけどってなって「いや聞こえないよ」って言ってたんですね。 で親父が「あー来るなー来るなー来るぞーよう見てみーよう見てみー見ろ見ろ見ろ」って言うんですよ「何何何何何何怖い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 」って言って僕も集中してバて何かを見ようとするじゃないですかそんな言われたら「来た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 た」って言うんですよ。はい、で俺もよう見てたら、はい、向こうの方からおじさんなんですけど、はい、なんかいびつなんですよ<え>形が。 はい、で僕はその時のイメージというかパッて見えたのは、うん、瞬間的なんですけど、はい、あの胴体が半分しかなくて<え>で、はい、手がこう胴体から出てるんですけど、はい、な足らしきものも一応見えはするんですよ。はい、ででこの手でバタ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 ってくんのが一瞬見えたんですよ。はいで うわーってなって「見えたやろなこれ!」って言い出してでどうすんやろなと思ったら「これな見とけよ」ってってそのきたおっさんのねその幽霊をね親父がバーンってやったら消えたんですよ。くんと思って<え>えこれなんか手に持ったなんか棒みたいなものなんですよ。あもう気合い的な感じで <laughs> パ,タパタパタパタってきたの <laughs>。 バグーですような。でで「いや今見えた」ってなって「見えたやろ?」っつっていや「こんなんおんねん」<laughs> っていうのが僕初めてなんですよ。えー、いやでもそれすごい話っすね。ちょっとこれあの。 一番最近クラブで聞いた話をしてもいいですか。はい、ぜひぜひ。なんかちょっとね、実際クラブで何か会が起こったというよりは純粋にあのクラブで聞いただけの話なんですけど、はい、まあ僕ちょっとあの少し前に地元に地元の青森に戻りまして、うん、これ青森のお話なんですよ。青森のあのラッパーのね子がいるんですけれども、まあ僕より五つか六つぐらい年下でまあ二十代中盤ぐらいでですね、で、えー、結構まあガタイがですね。 僕よりも一回ららいさにでかい男でして東北地方はねあの結構体でかい男まあちょっと多いんですけど特にクラブ界隈はまあんかでも結構ラッパーとかの方だとねそっこいいとそれなりにかわいいんですよねそれがすごいばっちりハマってるようなねなんかお米についてのラップとかするようなそんなかめちゃくちゃいいやつなんですけれどもねあのその後輩のラッパーがあの まあ体験したお話なんですけれどもまあラップバトルのイベントでですね僕はあの地元に帰りまして地元のまあ予選みたいなやつに僕が出演するということで戻ってそのアフターパーティーでですねまあちょっとお酒飲みながらライブしたりとかまあ楽しい雰囲気でやってたんですけれどもあの実は結構前から面識はあったんですけどその彼なんかあのちょっと怖い話というか。 まあなんか自分の家計にまつわる話だっていうことで、はい「ああいいよいいよ」ってまあなんかじゃよよければ今ここで聞こうかみたいな話をしたんですけれどもなんかその自分の父親が呪いで死んでるって言われたんですよ。えっって思って。 僕、もっとライトなのが来ると思ってたなんかその、ラップバトルの打ち上げの二次会のクラブイベントで、<laughs> すごいパー,そですそです <laughs> パーティーチューンがかかるクラブの中で、はい、いきなりその、はい、親父が呪いで死んだっていう話の切り出しをされて、はい、ちょっとこれさすがにフロアの中で聞けないなと思って、<laughs> あの、ちょっとそのクラブの横の、まあ非常階段じゃないですけど、階段の、はい あたりのちょっと音がこう静かなところに移動して、まあ、その辺にもちょっと椅子があったりするんですけどちょっとあっちでじゃあ聞かせてくれよということであの聞かせてもらった話なんですけれどもまああのその地元青森のまあ代々その地元で住んでいるようなあの家だったそうなんですけれどもなんかもともとその彼の,そのお父さんお母さんっていうのが彼が1歳2歳ぐらいの時にもうちょっとお別れして母方の方に引き取られてですね、うん ただまあその関係性がそんなに悪かったというわけではなくてこう定期的にその離婚したお父さんともあの会って遊んだりとかっていうのはしていてで記憶にもしっかりそのお父さんのことも記憶として残ってるそうなんですけれどもあのまあ離婚した経緯までは僕も聞いてないんですけれども要はそのあのお父さん方の母親っていうのがまあ要はそのラッパーの彼からするとおばあちゃんですよね父方のおばあちゃんが。 すごくその離婚したまあその経緯だったりとかその母方のまあおじいちゃんおばあちゃんのことをよく思ってなかったみたいで,でちょっとなんかこうトラブルになるかならないかぐらいのところのまあせめぎ合いをしてたそうなんですよでまあある日その母方の実家の方にまあ引き取られてその子は育ってるわけなんで母方のおじいちゃんおばあちゃんとお母さんとその子とそのラッパーのこと。 まあ4人で生活してそうなんですけれどもおばあちゃんがですね、まあ、今までで絶対ににしななかかっっったたたよよううあああののの農作業中の怪我とかがが実に増えたタイミングがあったっていんすちょっと指を切ってしまったりとか、うん、あとちょっと足をなんかこう引きずるような怪我をしちゃったりとかすごく一時期からですねおばあちゃんの怪我が増えてこれ大丈夫かなってちょっと家族みんなで心配してたそうなんです。うん、でその まあ母親方のもともとの実家っていうのが結構その信仰心の強いようなもともと武家でですねあの毘沙門天を祭ってたなんかそういうまあ一族だったそうなんですであのそういうなんかこう霊障じゃないですけれどもなんかそのちょっと潮来のあのね青森青森といえばまあ潮来が有名じゃないですか潮来、はい、のちょっとまあ別のなんかあの 別の地域でいたこと、はい、また別のあのいた子ってこう世代でこう継いうついてたり、はい、世襲制じゃないですかそれと別で何かこう一代限りでそういうちょっとこう力を、はい、あの得た人のことを、はい、神様まあ神様なんですけれども、はい、表記だとねカタカナで書くことが多いらしいんですけれども。 まあその呼び方する時僕地元でしかその呼び方がないんで、まあ、ちょっとりが自然とこのセットになって入ってるんですけど神様ってそういう神様って呼ばれてる人たちが、まあ、その青森のある地方には結構いて、うん、でこれはなんかその病気を例えばその祈願して治すとかあとは何かちょっとこう辛いことがあってお祈りをするとかっていう強い信仰のもと1台だけそういうなんか神の声が聞こえるようになったとされる人が、うん いるそうなんですよいた別で,、うん、で板子は亡くなった方を下ろすのに対してその神様って言われてる人は神のまあその声を聞いて<ー>そう人々にちょっとこう助言をしたりするっていうはい、はい、まあそういう人がまあその地域には結構いてまあ青森のいろんな地域に神様実はいるらしくて、はいた子のまあまたさらなるローカル版みたいなものであるそうなんですけれどもまあその。 いつも頼りにしている神様のおばあさんがいるということでそのおばあさんにそのちょっと最近その怪我が増えてきてなんかちょっと疲れてるんじゃないかみたいなことを相談しに行ったら狐が飛ばされてるっていうことを言われたそうなんですよ、はい、まあ狐つきみたいなあの一種なのかなと思ったんですけれども<ー>でその神様のあのまあ何かあった時の相談役のおばあさんが言うにはおそらくまあその離婚したその 父方のおばあちゃんの方が何かそのちょっとよくない狐を飛ばしてきてるまあ粋量みたいなものを飛ばしてきてるっていうのはまあその狐っていうふうに言ってたそうなんですけれども、はい、でまあこのままずっとその一方的に狐をもらってたらもう家中みんなが何なかその苦しいことが大変なことが起こると思うけど狐返すすかいって聞かれたそうなんですよ<は>でまあその神様的な方はその狐を返せるそうなんですよ。ただまあその、はい 狐を返した際にその正確に狐を送ってるであろうおばあちゃんだけにその不幸が起こるとは限らないとその家の誰かしらに、まあ、その帰っていくことがあるから必ずしもピンポイントでおばあちゃんにこう仕返しができるわけじゃないけれどもただあんたの,その母親方の家計は守れると思うけれども狐、うん、を返すすかいって聞かれたそうなんですやっぱりまあその一方的におばあちゃんがどんどん怪我していったりそれがまあお母さんになったり。 というこ狐を返してくださいということをお母さんとまあそのお父さんとそのラッパーの彼とお願いをしたそうなんですよ。はい、そしたらその狐を、まあ、その儀式みたいなのを始めて狐を返してくださったそうなんですけれども、まあ、それからともなくしておばあちゃんの怪我っていうのは全然もう全くなくなって今まで通り生活できるようになったんですけれどもその狐を返してから本当にもう1ヶ月前後ぐらいって言ってたんですけれども、はい、ある日。 お母さんとおじいちゃんおばあちゃんとまあそのお家で寝てたらそのラッパーの彼が小学校に上がる前ぐらいって言ってましたかねあのお母さんと一緒に寝てたんですけど夜お父さんが枕元を通った急にガバッと起きてお母さんにそんなことを言ったんですってお母さん今ちょっとお父さんここ通ったんだよってお母さんもいやちょっと何言ってんのあんたみたいなそんなわけないでしょうねっていうやり取りをしたその晩に お父さん交通事故で亡くなったんですって。<ー>でしかもその亡くなり方っていうのがバイクの事故だったっていうんですけれどもーあのガードレールあるじゃないですかガードレールに対してお父さんがこう体をくの字に折って、うん、そのガードレールにこうくの字のお父さんがこう挟まるような形で。 亡くなってたって通常まああんまりそんなことないじゃないですかはい、はい、バイクでまあ飛ばされてガードレールにぶつかったとしてもはい、はい、なんかそのお父さんがすごく不自然な形でガードレールに挟まって亡くなったっていう話をまあ聞いたようででまあ、タイミング的にもやっぱりその、はい、狐を返して、はい、で向こうのうちに何がこう不幸が起こったっていうのがその を送ってきたおばあさんではなく、はい、そのラッパーの彼の実の父親に、まあ、要はそのお母さんの息子に狐、はい、が帰っていっちゃったのかなというようなことを話されててなんかちょっとねすごいその後まあありがとうって言って。はい フロアに、パーティー中の流れるフロアに戻って行って、はい、テキーラを飲んだんですけど、味しなかったですね。<laughs> すごい話ですね。これ、そうなんですよ。話もそうですし、その、終わった後、こう、クラブでっていうのは何回も経験したことあるんで。<笑><笑>そうなんですよ。もうちょっとね、その日一晩の酒が一気に冷めるぐらいの、はい、ちょっと冬打ちにしては強いよってお話を、直近で聞かせてもらったんで、 これを話しななないとなと思そうなんですよね,そうですね音楽の話、ま、も聞きたいんですけど、はい、ちょっと気になってるあの、はい、プロフィールというのがいまかありまして、はい、はい、なんですか、えー、でさやっぱあの新島出身の方ですよね。はいはい なんでもしかしたら、そのちょっとこう、ローカルな特有のお話とか、がもしあれば、お聞きしたいなと思ってはいたんですけど。はい、そうですね。はい、ちょうどあの。はい、この時期に。ぴったりな。島の話があるんですよ。あ、本当ですか。ちょっとそれ、はい、響さん聞いていただけますか。ちょっとぜひ、ぜひ、ぜひ、お願いします、はい。ありがとうございます。あの。僕の父親から聞かせていただいた話になるんですけども。はい、父親が、まあ、お酒飲むのが大好きなんですよ。 であの2021年の夏に僕はお盆に島に帰ったんですねでその時にもう次の日次の日の朝の船でまたこの都内の方に戻りますよというその最後の晩餐の時にまた父親がこうビールを飲んでコトッとテーブルに置いたんですよ、はい、で普段全くほとんど喋ることもなく とても真面目で、もう曲がり角も直角に曲がるんじゃないかぐらいの真面目な父親なんですけどもその父親がお酒を飲んだ後にため息を1つ,つくんですね。はい、はあ。ごめんな」初めて父親から謝られたんでびっくりして「どうしたの?」って聞いたら「お父さん言ってなかったけど幽霊とご飯食べてるんだよ」えって言うんですよ。 えってじゃないですか、はい、僕も本当に全く今日響さんと同じような反応で「はい、えっ?」てなってでも幽霊なんて絶対信じないような父親だったんですけども、うん、急に「幽霊とご飯食べてる」って言い出したんで「どういうことどういうこと?」って聞いたら、はい、その続きを話してくれたんですけど、まあ、父親は普段だは、まあ、建設会社をやっているんですがそれと同時に、まあ、島っていうのは結構いろんな職業を兼業している人間が多いんですね。 はい、なので、えー、父親もその建設業ともう一つ神社の宮司さんらと一緒にいろんな儀式とか行事とかを司る仕事もしてるんですよ。うんはい、なのでそういった仕事をしているのは知ってたんですけどもこのお正月の三が日が終わってからだいたい1月10日前後って言ってました、うん、その1月10日前後にその神社の宮司さんらと一緒に3人で父親も含めて3人で 島ののとある森の中に入っていくんですって、はい、でもう森の中なんですけど特に道もないような、うん、本当に木々の間をはし入っていって歩いていってすると3人で歩いていると木々がざわつき始めるんですってざわ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 ってなってきて、うん、それでもさらにどん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 進んでいくと今度はそのざわざわが心に入ってきて、うん、なんだか落ち着かなくなっていくるんですって。 はい、自分がざわざわしてくるのがわかるって言うんですよ。うん、でその瞬間に「あ今年はここですね」ということでその宮司さんらと3人で持ってきた折りたたみのテーブルを出して、はい、持ってきたご飯を並べるんですで今年はじゃあここで始めましょうということで3人で手づかみでご飯食べていくんですよ。へえ。 一通り全部食べた後に今度は目の前に差し出していくんですって。はい、これが幽霊にご飯をあげている儀式らしいんです。はあ<ー>。なんでこんなことをやっているかというと、はい、この新島っていうのは昔から、まあ、ルニンの文化がありまして、<ー>江戸時代に1333人の罪人が流されてきたんですね。<ー>その中の一人がこの島を司る神様になって、島を まあ平和に導いているというか、うん、そういったことをしているので今年も平和でいさせてくださいという意味を込めてルニンの幽霊にご飯をあげるという儀式をしているっていうんですね、うん、これって、はい、僕ももちろん知らなかったですし、はい、母親も知らなかったですし島民誰に聞いても誰も知らないんですよ、はいえー それぐらいめちゃくちゃレアな。はい。めちゃくちゃ秘密の儀式をやっていらしくて。えーはい、これをやらなかったら、本当に島には、何か悪いことが起きてしまう。災いが起きてしまうらしいので、毎年毎年、足しげくそ、はい、その、その日だけやるらしいんですけど。あ、日にちが決まってるってこと決まってるみたいです。ただ場所は、今の話聞く限りは、はい、 年によって違う,ってう、はい、同じ森の中にしてもなんですけど、はい、同じとこなんですけどもちょっと微妙に場所が違うらしい、ね、そうですねそのざわざわっていうのがこうスーッとなんか入ってきた場所が、はい、あここだみたいなそうですねすごいですねでその森の目の前にそびえ立っている山が、はい、あっち山っていうんですけど、はい、昔からまあ 僕らが住んでる場所から見てあっちにあるからあっち山って思ってたんですよ。うんはあ、すごい相対的なネーミングですけどね。そう思ってたら面白い名前だなと思ってたんですけど僕ちょっといろいろ博物館とか図書館行って、はい、文献読みあさってたら、はい、あっち山の名前の由来は、はい、実はあっちじゃなくて読み、はい、の国あの世なんですって。 はあ、この世から見てあの世にあ,あの世の山っていうでなるほど。その現世に対してのあちらという。そうですね。はあ、その読泉の国につながる、はい、その中に旗代神社っていう神社があるんですけども、はい、その中に3人の死者がいて、うん、そのあの世とこの世を結ぶ、まあ、橋渡し役になっている人間、はい、人間というかまあ 使いがいがるんですよね、はいそ,はい、それに連れてかれてあの世へ行くって言われてるらしいんですけども多分そこから神様も降りてきて、うん、まあご飯を食べさせる儀式があると思ってるんですけども、えー、じゃあなんで父親最初にお酒を置いてため息ついてごめんな確かにちょっと気になってましたいまだにこれもあの憶測なんですけど。うんはい ごめんなの後に続きたかった言葉が、はい、ごめんないずれお前も継がなきゃいけないけどっていう言葉があるとしたら、はい、僕もしかしたら10年後20年後30年後に、はい、その幽霊とご飯をあげているのは僕かもしれないそう思ったというああ素晴らしいですねはいありがとうございますありがとうございますでもこれも、ね、一番不可解なのが、うん 父親にまたその話を聞きたいと思って聞いたんですよ、はい、そういえばあの幽霊とご飯食べてるっていう話なんだけどって聞いたら父親何それって言うんですよ、はい、え,えわざとなのか、はいはい、わかんないんですけど知らばっくれてるのかそれとも本当に記憶にないのかでも確かに僕聞いたんですよなので母親もちゃんと覚えてるんです、はい、えけど父親だけは、はい 何それって今だに言ってます。これあれですよね。はい、ちょっとどっちなのかですよね。本当にその記憶なのか、はいうん、本当に実は言っちゃダメだったのかそうですよね。はい、それもわからないですよね。ええすごいですね。はいちょっと不思議ないでもこれちょっと興味が尽きないというかあれ、はい、と僕結構そういう系の話も大好きで。はい いやだからこれはやっぱり植松さんならではというか植松さんならではのお話かなと思いますよね、はい、だからこれからちょっとぜひいろいろ調べていただきたいなと思うんですけど、はい、いや僕もですねちょっとこうこれを聞いた時に、まあ、僕自身もですねあっ,っていう話がありましてちょっといいですかなんか。 まあ、こういうの言いたくなっちゃってしょうがない感じなんですか、僕も <laughs>。いや、僕のこの話聞かせてくれた方はね、まあ、仮にお名前、キンゴさんとしておくと、このキンゴさんっていう方が、まあ、登山大好きだった。それで、ある時山に登って、で、まあ、ちょっちゅう登ってる山じゃないんですよ。で、登山好きなんですけど、じゃあ、すごくね、こう、標高の高い山に行くとかよりも、まあ、山歩き好きの人で、結構その、旅をしながら山歩きで、いい、なんか、ちょっといい場所見つけて登ったりする。 その時も、まあ、あの、たまたまですね、知り合いのところに遊びに行って、で、まあ、休みが長かったんで、ちょっとこう、山を見かけて山道があったんで入っただけなんですよ。だか、まあ、初めて行く場所なんですけど、登って行って、まあ、当然ですけど、暗くなるまでに帰ろうと思って行ったら、こう、ちょっと登って行った先で、倒れてる男性がいたっていうんですね。でまあ、あの、なんとなく5、50、50、60歳かなっていう方なんですよ。でも、その方が倒れても本当と動かないんで、 でその時真夏だったんで、彼も結構ね、汗びっしょりなんですよ、今日みたいな日で。だけど男性が汗もかいてないんで、こまずいなと思って。でこういくら揺すってもあんまり反応がないんで、なくなってないのはわかるんで、まあ、こう、水筒みたいなの持ってるんですね。そう、水筒の中を開けたら、お水が入ってるんで、まあ、とにかく男性の口に飲ませるわけですよ、ね、熱中症かなんかじゃないかと思って。 で無理に飲ませて、男性なんかあんまり飲みたがらないんですけど、無理に飲ませると、まあ、あのー、ああひたりちょっとね、緩んだ感じになるわけです。ただ、その時に蓋を開けたら、ものすごく甘い匂いがしたんですよね。でちょっと正直、これなんかもの腐ってたりしたら大丈夫なのかなと思って、変なものを飲ませてないかなと思って、まあ、ちょっと自分もペロッと飲んでみたんですよ。飲んだら、まあ、すごく甘い匂いがするけど、水だし、腐ってる感じはしないんで、あ大丈夫かな。 と思っていたら、まあ、向こうの方から、こう、どこどこって女性の声が聞こえて、明らかに探し回ってる声がするんで、あ、もうこの山の中でね、こんな倒れてたら、きっとこの城だと思ったらこちらですって言うと、向こうからですね、若い綺麗な女性が現れて、でこの女性が、この人がって言って、でもう父なんですって言うから、あのあ、お父様がって言って、家から出たと思ったらって言って、まあ、 とにかく、じゃあ家まで運びましょうって言って、肩を貸して、完全にね、もう倒れてる人って持つのってすごく大変なんですけど、だからもうね、ほんと引きずるしかないんですけど、女性も結構ね、力があったのか、そのままですね、あの、ちゃんと運べて、力持ちの人だなと思って家まで行ったら、まあ、古い家なんですけど、まあ、古いんですけど、まあ、普通のお家ですよ。お家があって、そこに、まあ、あの、玄関登ったところにご主人置いて、 で、まあ、あの、いや、お父様大丈夫ですかねってなってたら、もう女性もヘトヘトに疲れちゃったんで、ちょっと井戸からお水汲んできてもらっていいですか水飲ませないとって言って。まあ、確かに救急車でも呼ぶにしても、まあ、水かと思ってですね、井戸の方に行ったら、井戸の上にいっぱい蓋があって、石が乗ってるんですよ。で、あの、え、これ、なんで乗ってんだろうと思いながら、もうまあ、蓋が飛ばないようにかなと思って、石をどかしていく。 どかしていくと、真ん中に平たい石があって、この平たい石にだけは何かこう、お札みたいなものが貼ってある。でもまあ、あのー、なんて言うんでしょうか、彼もいろんなところ行って、やっぱり水場のあたりのところって結構信仰があるわけですよ。昔からいろんな、だから地域地域ごとにあるんで、まあこの井戸に何かしかの信仰、まあ、があるか、のなんだろうなと思って、それを蓋代わりにしてんだろうなと思って、石をどけて、おもしをのけて木の蓋を取って。だからまあ本当にですね、 ラか,から汲むようななやつなんですこうカシャンカシャンって出すんじゃなくて本当に井戸から水を汲み上げるんでえらい古いやつだなと思って出してですね、まあ、汲んだ水を、まあ、おけごと持っていって「いこれでいいですか?」って言うと女性がありがとうございますって言ってばあのお父さんという人に飲ませるんですよね。 で飲ませてる間に、井戸の蓋を開けたら、あ、この匂いなのかと思うんですけど、結構甘い香りの水で、ふわーっとあたりに甘い匂いが立ち込めていって、あ、なんだろう、ちょっと変な感じはしたけど、こういうもんなのかなと思っていたら、まあ飲んだら男性が、まあみるみる元気になってですね、でさっきまで疲れた顔だった女性も元気になって、水を飲んであ、ありがとうございましたって言ってですね、救急車呼びましょうって言うんですけど、ここはもう、 電波が通じないって言われて。いや確かに電波が通じないので、いや、僕も麓ふもとまで急いで行って、呼んできましょうかって言うんですけど、いや、もう水飲んだから元気。でまあ、その、そのままですね、いや助けてもらった俺に、なんか、飯でも食べてってくださいって言われるわけで、いやいやいやってなるんですけど、まあ、あの、取った記事があるんで、いや、ここら辺の山は、さっきね、匂いでわかるだろうけど、うちの井戸はちょっと特別で、すごくいい水なんですよと。 だから、あの、あの、甘い香りするでしょだから動物も寄ってくるし、これを撒くと山菜なんかもよく育って。本当に僕らね、ここで自給自足するみたいに暮らしてるんですよ。山で採れた生地美味しいですから食べてってくださいって言われて。まあ彼もジビエのあんいっぱい食べたことあるんですけどあの、まあそこで食べた生地鍋っていうのは本当に美味しかった。ただまあちょっと不思議に思ったのは、こう、そこの井戸の水は汲んでるんですけど、なんか料理作るときは料理には入れてるんですよ、その水を。 でもなんかね、洗ったりするときは、普通に水道の水があるんで、あ、水道あるのかいとは思ったんですね。な <laughs> んで水道あんのに井戸水使うんだろうと思って、で、まあ、料理を食べて美味しくって、で、食べたらもうどんどんですね、お父さんとして元気になってって、で、まあ、あの、助かった。もう、あの、ちょっと夜遅いから泊まってきなさいって言ったら、いや、そんな時間ではと思って見たら、あ、思いのほかもう遅くなってるんですよ。時間が経って。えー でもなんかね、その時には不思議な気分で食べてると、彼もいいか止まっていっちゃおうかなって気になったらしいんですよねで。食べさせられてると、そのお父さんの方が、いやー、私もね、ずっとこの山で暮らして、心残りなのは、やっぱりこの娘のことだよと。私はもう一人でずっとここでも隠居して自給自足みたいにして暮らしてるんだけど、長いんだよ、ここにって。ただ娘は、あの、このままね、ずっと山で、娘も山がいいって言うんだけど、 自分もね、体の具合が悪いから、いつ一人にするかわからないと。いいね、こう、結婚相手というか、向こうが欲しいと思ってたんだけど、どううちの娘って言われてですねで。娘さん綺麗なんですよ。だから娘いやいやそん、それないきなり言われてってなったら、いや娘もまんざらじゃないと思うぞ、みたいになると、娘さんの方もなんかこう、あの、ええー、みたいな感じになってるんで、本当かよと思ってですね、なんだなんだと思いながらも、やっぱりね、なんかね、その、 井戸の水で作った生地鍋を食べてると、なんかどこか、それも悪くないなっていう変な気分になって、まあ、とにかく今晩泊まるっていうと、うちは布団が2個しかないから、俺の布団と娘の布団だ。だから、あの、娘の布団で2人で寝なさいって言われて、へえー、と思うんですけど、娘さんもじゃあ、もうそろそろ夜も更けてきたんで、あの、ね、この山の夜は早いですから、 あのもう一緒に布団に入りましょうみたいになるわけですよ、まあ変な気分になってくるんですがあとにかく僕一回お手洗いに行きますって,ってお手洗いに行くって言ったらああのまあ、少し離れたところに川屋があってでもお手洗いに行きながらこう用を足してで戻ってくる時にあそういえば井戸の蓋ずっと開けっぱなしだったなと思ったんですね。 でこんなところずっとこれせね、ご料理とか作ってますから、虫が入ったり何か入ったりしたらいけないと思って、その蓋をバンと木の蓋を置いたんですよ。置いたら、しばらくしたらこう、山からふわっと強い風がね、吹き下ろしてきたんですね。吹き下ろしてきたときに、周りにあったその甘い匂いが、スーッと抜けたっていうんですよね。抜けたときに、はっと初めて正気に帰って、え今俺、ここの山で過ごして、 なんか初めて会った、あのー、女性と、い,いくらお綺麗でもなんかお布団を一つに入って、なんならあの、嫁にもらいなさいなんて言われたら悪くない気分で寝ようとしてるのは何なんだと思って。いや、もうすぐ帰ろうと。なんか、あの、自分は何をしてたんだと。大体ふもとに帰って、ちょっとね、上に住んでる方が倒れちゃったからって言って、知らせた方がいいんじゃないかとか、いろいろ思ったんですよ。で、帰ろうと思って、あの、荷物を取りに戻ろうと思って、母屋に近づいたら、 もう2人が近づいてきていて、で特に女性の方があらって言って、井戸の蓋は閉めた、あのー、閉めちゃったんですねって言って、井戸の蓋はもうそのままで良かったんですよ。開けたままで結構ですって言うんで、開けてくださいなって言うけど、いや、なんか虫とか入ったらって言って、あのー、もう僕帰りますからって言ったら、そんなって言って、あのー、 今晩はもう遅いんだから本当に泊まってってくださいなって言って、にっこり彼女が笑って、あの彼のところにこうピタッと本当に寄り添ってきたっていうんですね。その時に、こう、すごくいい匂いがして、思わず抱きしめそうになったくらい。というのも、この彼女も、ね、やっぱり、ね、暑い夏でエアコンのないようなところにいますから、みんな汗だくでね、鴨鍋を食べてたんです。だから汗をかいてると思ってたから、 気になってなかったんですけど、そう思った割には女性の髪の毛が結構、まあ、ショートボブぐらいの長さなんですけど、びっしゃりこう濡れてるんですよねで。その濡れた髪からあの井戸と同じ甘い香りがした。だからその、それを嗅いで、ああ、いい香り、ふわっとして抱きしめそうになったときに、近くにいるその、まあ、初郎のお父さんっていう男性が見えて、男性がずっと怒った顔でね、 言もうこんなあのねあのいきなり娘さんにあいい匂いだとかって抱きしめたらこれは怒りますよねだから怒ってるんだろうと思って、まあ、手を止めたんですねだけどずっとこうってやってるんで何だろうなと思っていたらよーく見るとあれでまあこっちに伝わらないんで,で女性の方はずっと止まってってくださいって言ってお,のお父さんのわ 結局ですね、あの、彼がうんって思ってるんで、あの、ちょっとずつ小声に出し始めて、で、小声になった時にうっすら聞こえて初めて分かったんですね。ずっと、逃げろ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 って言ってるんで、はっと思って、あの、女性をちょっと突きは、あの、話したら、女の人が後ろいやなんかやってると思ったんじゃないですか。彼の声が聞こえたら振り向いたら、その瞬間に、 で、ってこう、なんて言うんですかね、獣みたいな声出したって言って。で、あのー、ううん、いけろいげろってやってる彼に、井戸の蓋を開けなさいって言ったら、そのまま男性の方が、もう横目で、いげろいげろって言いながら歩いて行って、もう逆らえない感じで井戸の蓋をこう開け始めるんで、木の蓋を。それを見て、これはとにかくまずいと思って、 走って行って逃げていったら、女性の声が後ろから、あの、どこ行くのここにいなさいみたいに言われて、言われると、なんだか立ち止まりたくなるんだけども、まあ、あの、それを立ち切るようにして来た道を帰って、ふもとまで行ったっていうんですね。ふもとまで帰ってきたら、まあ、あのー、山を降りてる最中に気づいたんですけど、まあ、その真っ暗の中でに帰ってますから、このままたどり着けるんだろうかと思ってたら、どん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 ,どん家から離れると、あ、周りがね、 明るくくなっていくんですよねだからまだね、夕暮れ時ぐらい、そんなに経ってないんですよ、時間が。だからもう家の中は真っ暗だったんですけど、だからもうあの夕方になってば山を無事下山して、あの麓にあるこう田舎の食料品店兼雑貨屋さんみたいのがあるんですけど、そこに入って、まあ、あの店員さんがいますので、店員さんに、まあ、今起きたことは言わないですよ、ただこの上にあるところで親子で住んでらっしゃる方がいて、 でご主人が倒れたんだけどで、ちょっと様子がおかしかったんだけども、でも見たんだけど、大丈夫かなと。誰か様子見に行った方がいいんじゃないかな。やっぱりあの最後の様子もあるんで、聞くと、ちょっと地元の人たちがびっくりして、え家の様子を言うと、ああってなるんだけど、まだ暮らしてたんだみたいになるんですね。でも、まあ、地元の人に言わせれば、そこにはあの山の持ち主の方なんですけども、 実は最近全然消息が分からない。で、年齢を、で、そのお話を聞いたら、彼がその60歳になるぐらいの時ずっと独り身でいて林業とかされてたんですけど、ある時急に若い嫁さんをもらった。若い嫁さんをもらったって言うんですけど、紹介しろって言われてるもん、全然見せないんですよね。写真なんでもいいから写真でもって言うけども、見せないうちに仕事も辞めて、 あの姿を見せなくなったね、さすがに田舎ですから心配になって彼を探しに行くんですけど、まあもともとあんまりね、付き合いのない人だったっていうのもありました。みんなもなんかどうやったら彼の家だろうと思うんですが、行けども行けども全然つかないので、あれあいつの家ってここにあったっけみたいになって、結局誰も彼の姿を見つけられなかったと。すごく変な気になったけど、まあもしかしたら嫁さんと引っ越していなくなったのかなと思い込んでた。でも今いるんだよね。 ってなって役所の人も心配して見に行ったけど誰も彼の消息をね見た人はいなかったのにって言われてでそれを聞いた時に「え娘さんじゃないんですか?」って言ったら「娘さんじゃないよ」って言ってだから結局娘なんていない一度も結婚してないから、あのー、若い女性って言ったら多分嫁さんかねってででもなった時にみんなが「でもそんなはずないか」と。 大体だ,いいだって、あのー、もうこの話自体が30年前ぐらいの話だから、女性も大人になって,って彼が生きてたのも不思議だと。もうおじいちゃんだよってなるわけですよ。でも、いや、そんな感じじゃないですと。さすがに、50歳か60歳ぐらいかと思ったで、90って感じじゃないですよってなったんですけど、<laughs> まあみんな変な気持ちになるばっかりで、話が終わったんですよね。で、私に話してくれた時も、 まあどう思うかわかんないけど、地元の人に聞いてたら、まあ結局ですね、その井戸の話を、ちょっとだけすごく甘い香りのする井戸の水がって言ったら、なんかみんなその時も変な香りになって、いや、実は一時期この辺りの井戸が甘い匂いになって、みんな使わなくなったんだと。でもそれはなんでかっていうと、あの山の隣にもう一個大きいお山があって、そこのお山は結構川のね、清流が流れてて、すごく水のきれいな場所だったけども、 まあ、あのー、そこに、こう、少し開発するときに、全部川も潰して沢も潰したと。だからそしたら、井戸の水の匂いが変になったんで、まあ、あのー、みんなは、あ、やっぱりね、その、源流を潰したから、水がダメになっちゃったのかな、なんて思ってたんだけどね、ってっ、そう、未だにそんな水飲んで暮らしてるの大丈夫かな、なんて言って、まあ、なったんですよね。彼は結局、その後に私に、それどうなったんですかって言ったら、実は僕、 もう1回行ってみたんです行ったらちゃんとあの家にたどり着けるんですよ。でもね、地元の人にあの、いや、やっぱり住んでますよって言っても変な顔されて、いや、本当に誰も行けない、住んでるの見てないよ、いないと思うって言われて、でもあんまりこの話をすると、やっぱり興味本位で一緒に行こうっていう人間が出るんですけど、その人間と行くとたどり着けないけど、僕だけは行けるんだよね、思ったんですよ、メウさん。 僕、たぶん、あそこで、あそこに暮らしてたもう男性って、たぶん、もう、その、もし隣の山に何か住んでる何かね、あの、雷、物のけなり何か分かりませんよ、でも、そういうものが、自分の住んでいるところの水場がなくなって、唯一残った井戸の水場のところの、山の持ち主のところに、まあ、嫁いできたのか、彼のところにも彼をもう、そのまま虜にして、そのままに着い,いたのか分からないけども、 多分あの水をたくさん飲んだらまずいんですよと。だからあの男性はどこかで自分みたいに正気に帰って逃げようとしたけど、多分この世とあの世の境目みたいなところが多分出れないんですよで。僕はその境目のところに行って彼が持ってた水筒の水を飲んじゃったんで、一口飲んだ時に女の声が聞こえたのを思い出したんで、あそこから僕はもう繋がっちゃった気がして。だから僕でもやっぱり未だに思い出すといつでも行けちゃう上に、 ずっと懐かしい気がするんでいつか僕はあそこに行ったらあの女と暮らすのかもしれませんねっていう話を聞かせてくれたのがあるんですね。いい話で。でこの話が聞いた時に、うん、まあ僕の中では、うん、あの濡れ女子っていう感じで思ってなくて、うん、僕はそのなんか濡れ女のいわゆる磯女の、うん、なんか変化版見たら山にね出たりたまに水場に出たりもするんで、うん、あそういう話かなと思ってたんですが、うん、これもあの九州の方の話ですし 九州だし、なんか聞くと、ちょっと、濡れ女子感あるな、と思って、はい。いや、私は、あの、聞いて、荒野聖と思いましたけどね。ああ、まあ、確かに確かに。最初のうちはね、養老の滝と思ったんだけど、ああ、の、途中から、いや違う、荒野聖だなと思って、これ、あの、やばいやつだと思ったんですけど、面白いですね。なんかでも、意外とその、うん、全国にやっぱりこの、髪の濡れた女の、 ってあって蛇ってぽいでんかねそれシャーって言ったら私もちょっと、うん、あの蛇に寄せたかったんで「蛇っぽいですか?」って言ったけどいやなんか獣みたいな感じで、うん、ここはねなんかね全然はい僕に乗ってくれなかったんで、ね、ダメだったんですけど、うん、まあ、はねそそうそうあの獣みたいな声っていうところはまあ少しこうもののけ感があると言いますかなんかのところもあってまあ山の話でちょっと昔話っぽくて。うん 意外とですね話す機会選ぶんですけどちょっとね今日はいい話だったんでやらせていちゃいました賢三君の家っていうのは昔からみんな猫好きの家庭でしておじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん おそらくそのもっと前の代からずっとね猫を何匹も何匹も飼っているそんな家だったそうなんですね。だから憲宗くん生まれた時から家に猫が三匹も四匹もいるっていうのは当たり前の光景として育っていたんですが、憲宗くんが中学一年生になった冬、もうおばあちゃんの猫だった小梅というメス猫が いよいよ、あ、寿命だな。という状況になってきたんですね。足腰も弱って、満足に歩けなくなったところに。まあ、その年の冬というのは、強烈な寒さで。まあ、それにやられちゃったんでしょうね。ダンボール箱の中に。タオルやら毛布やらを敷いて、そこでずっと寝ている状態。餌も。ろくに食べずに。まあ。 おしっこなりそういったようも自分では満足に達せないようなあそんな様子になってしまったんですね。みんなななこれはもう長くないなと寂しく思っていたんですがそんなある朝その段ボール箱の中で寝ていたはずの小梅の姿が消えていたんですよ。あれおかしいなって家族のみんなが騒いで。 だって、ね、満足に歩けもしなかったのに一体この箱をどうやって抜けてどこに歩いていったんだろう家中を探しても小梅の姿はない家の外に出て、まあ、近所周りを探し回ったんだけどでもどこにも小梅はいない「えそんなはずないよなでもいなくなったのは確かだしなあ」って言ってるとおばあちゃんが「いやいや猫というのはねいよいよ死ぬ時になると」 飼い主にも誰にも見られないようにどこか遠くのね誰にもわからないところに行ってひっそりそこで一人で <laughs> 亡くなるものなんだよっていうふうに言われてああそうなんだじゃあ小梅もどっか自分の死に場所を探して家を抜けていったのかなーって話していたらギャーってすごい悲鳴が庭の方から聞こえてきた。それは お父さんが自分の仕事をするためのプレハブ小屋を庭に建てていたんですがその中からそのお父さんの声がとどろいてきたんですね。どうしたってみんなで慌ててその小屋の中に入っていくともう床にまさに文字通り腰を抜かした様子でお父さんがペタンって座り込んでカタ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 震えてる。 えー、けんぞう君が言うと。孔明か。孔明が,がいた。って震える声で。そういうんですねえ。え、え、いたの。あ、孔明まだ来たんだ。よかったよかった。えどこにの、どこにいるの。え、いないじゃん。どこに行ったの。で、ね、どっか行った。お父さんわかる。みんな口々にそういうふうに言うんですが、お父さんはもう。先ほどの一言。 いった以降はピタッと黙り込んでしまってもうかぶりを振るようにしても何にも答えないまるで固くなに何かを否定しているかのようにずっと黙りこくったままだったんですねそうこうしているうちもう夕方になって近所の知り合いのおじさんが犬の散歩をしている途中に小梅を発見したんですね ただもうそれは変わり果てた姿亡くなった姿で、えー、発見されたんですがそのおじさんに教えられてみんなで見に行くと小梅はその藪の中で横たわっていてでもう体にはどうも霜が降りていてでそれが消えていない様子。おそらくく相当な,くなって てから長いい時間経っているんだろうその藪の草から引き剥がすのにもベリ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 って苦労するほどだったんですね。でででもおかしいよねっってみんなで言ったんな言たすだってお父さんが小梅を見たのはもう昼前ぐらいの時間帯だったはずだってその後でその藪の中にいて亡くなったんだったらそこから霜が降りるはずもないしこんなに体が硬くなってこんなに地面のね草と 一体化する。そんなことあるのかな。うん、多分、じゃ、あの時は、もう小梅亡くなってたんだよ。だから、亡くなったまま、魂が。最後の挨拶をしに、うちに来たんじゃないの。それ、お父さんが見たんじゃないの。っていうふうに。みんな、一応は納得したんです。でも、で、賢三くんは思うんですよね。お父さんは、なんで。小梅がいたこと。 あんんなに怖がったんだろう自分の家でずっと飼っていた猫だったのにその時はまだ死んだと決まっていないはずの飼い猫だったのになぜ自分の目の前に現れた子梅をあんなに恐れたんだろう。それから10年20年経ってそのうちには何回か「子梅が死んでからうちに帰って挨拶に来てくれたよね」。 最後の挨拶しに来てくれたよねっていう話題が家族の間で何度か上ることはあるそうなんですがその度にお父さんはじっと目を伏せてかくなに何も話そうとしないそうなんです。創業さんが勤め始め始の頃にその病院から ご自宅まで搬送する車に同席した時があってで先輩と一緒にその自分も助手席に乗ってたん、はい、そしたら男の人でまあ60ぐらいの人方が亡くなってで最初にそのご遺体に乗せてる車があってその後に家族の車がねあのついてきてで、えー、っていうことがあったんだけど、はい、車を運転してたら急に「そこ右」って声が聞こえた、うんうん、男の人の声で。 で乗ってるのは自分も、自分は助手席、それで先輩が運転席、それあとはご遺体しか乗ってなかったで、2人とももうびっくりして、そこ右行って急に、もうここの耳元で聞こえて、男の人の声で聞こえたから、うわっと思って、でもまあ逆らうこともできずに、その先輩右にこう曲がったんだ。はい、そしたら、次左とかって言って、道を指示するんだってさ。<ー>だけど、それが違うルートなのよ。うん はい、あの家に帰るのと違うルートなんだけどでどん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 指示どりに行ったらある河原に出てで河原の道をしばらく行ってそうしたらねだってだから元の道に戻って家に着いてでいや何だったんだろうっていうことであのでもちょっとこう遠回りしちゃったからあのご遺族に、ね、後ろの車で着いてきたご遺族に謝んなきゃと思って。 すいませんちょっと遠回りしちゃいまして」って言ったら「ありがとうございます」っていうその遺族でえっ?」て言ったらあの「息子に聞かれてたんですか?」って言って「え何のことでしょう?」って言ったらその辿ったルートっていうのはそのご遺体のその方がね60の子たかが生きてた時に好きだった散歩コースなんだってでその散歩コースを回ったから、まあ、だから息子にあらかじめ そこ通って家に帰ってくれるように聞いてたんだと思って「そのお母さんはありがとうございます」って言ったんだけど聞いてないって「あ実は」って言って「こうこうこうで」って言ったら「あああの人が教えたんですね」って遺族の人も納得したっていうだからその声っていうこと自体はまあもう万が一なんか聞き間違いだったりな何かしらのほら声に聞こえる時もあったりするじゃない。はいはい 連続してっていうのはなかなかないだろうけどでもそれを何かの間違いだったとしてもそんなに都合よく散歩ルートとかには通らないからねだから仮にそれがもう幻聴だと仮定しても怪異ですよねやっぱりなぜそのタイミングでその聞き違いっていうのが起きてかつなぜそれが散歩コースだったのかっていうそこまで行くとやっぱり何かしらの力みたいなものが。 あるんじゃないかな、ねそ,ね、かそれ自体はだからやっぱ否定できないんだよね。まあ、んなんかね。どうしても聞いてほしい話があるんですけど、えー、あの私の父が釣りが趣味で、えー、っと静岡県の方に昔住んでたんですけど、あの友達。 何人かと夜釣りに行ったんですよ湖の方に。で、そこはあの湖水以降、こう海の水が流れ込む湖で夜釣りができるところなんですよね。で、真夜中もう12時過ぎぐらいにみんなで車で乗りつけて釣りのポイントを探してで夜釣り始めるんですけど夜釣りってもう真っ暗で照明もない場所だったりすると浮きがこう魚が食っても。うん 沈んだの見えないんですよねなのでこの林流の先にっちちっゃい鈴をつけておくんです魚が餌をつつくとその反応して鈴が揺れるとその音で判断してあ「分かった」と思って竿を引くでみんなその竿の先に専用の鈴をつけてでそのまま釣りを始めたんですでいっぱい釣れるところっていうので有名なとこだったんですけどその場は全然魚がかからなくって。 真っ黒なところでじーっとただただ待っててで一時間だっても二時間だっても来ないなと思ってそしたら隣のちょっと離れたところで通りをしてた友達がちょっとトイレ行ってくるねって言って立ち上がって懐中電灯つけてで公衆トイレがあるところまで砂利を踏みながら歩いていくその音が聞こえるんですね後ろからで分かったって言って送るんですけどその友達が 待って暮っててらせと帰こないんですよでだんだん心配になってきて「あれちょっと遅くないか?」っていうことを友達と話して「えどうしたんだろう具合悪くて倒れたとか」もしかして湖に落ちたとかじゃないよね」って心配になって「探しに行こう」って言ってみんな懐中電灯つけてその公衆トイレがある方に向かって歩いていくんです。でほどなくしてその丸い光の中に友達を見つけるんです。その友達が うずくまって,てでこういう体勢してるんですよ、うんえー、で「えどうしたの大丈夫?」駆け寄っていって肩を持って「えちょっとどうしたのどうしたの大丈夫大丈夫?大丈夫大丈夫」って言ったらその友達がい「いるいる」ってなんちょって「何言ってるか分かんないよ」って「とりあえず戻ろう戻ろう」って言って。 でその辺に落ちてた友達の懐中電灯も持ってで何人かでこう脇を抱えるようにして元の釣り場の方に「ちょっと元気だし戻ろうよ」って言って「いやもう本当怖い怖い」って友達がいるで無理やりこう引きずっていくんですよ元いた場所にそしたらチ「チリンチリン」って鈴の音が遠くからする「あ魚かかったよ」って「来た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 」って「ちょっと誰の竿かわ分かんないけど早く行こう」 魚に言って近寄っていったらチリン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 鈴の音が増えるんですえもう一本かかってるやった同時にかかってるこいこいこいってそしたらチリン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 どん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 鈴の音が増えていくんですよ ちょっと不安になる次チリンって聞こえるのがこっちの森の方なんですえっと思ったらまたチリンチリンってなる湖の遠くの方なんですでまたチリンチリンってなったら今度後ろなんですものすごい増えてる自分たちのさ以上変なところから聞こえてくるなこれ チリン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 って気づいたら囲まれてるようにみんなで身を寄せ合って「おかしい」「囲まれてる」って誰かが言うんですよそしたら父の耳元でチリン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 ってここで鳴らされるそれが全員そうだったらしくてうわって全員で同時に叫んで車がある方にチリンチリンうわーって走っていくんですよ 車乗り込んでももう荷物も置きっぱなしエンジンかけて急いで街の方に行くんですですもううわーって飛ばして「なんだ何だなんだ怖い怖い怖い」運転してる人以外はもう「聞きたくない聞きたくない」コンビニの明かりが見えたので急いでそこに入るんです明るいところに行きたいみんなで急いで車出てコンビニの中に入って「何だった何だった」っ落ち着け落ち着け」そこで一旦こうふっ 何だったんだ今の「え夏だしお盆違いしな何かそういう変なのに会っちゃったのな何だったんだ」コンビニの外出てタバコ吸いながら「ちょっと落ち着こう」もう帰ろう帰ろう」って,ってそしたら一人の友達が突然吸い始めたばっかのタバコを落として踏みつけて「やばいぞまだ鈴の音聞こえるぞ」って目見ますとチリンチリンがついてきてる山の方から。 それででみんんなもも一斉にもう車乗り込んで自分家の方に帰って解散になったでもそれから怖くなってしまって大好きだった釣りももうできなくなってしまってで置きっぱなしの荷物は何にも知らない友達に取りに行かせてそれからもう明るいところでしか釣りができなくなっちゃったとそういう風に違えてたんですあの鈴何だったんだ <laughs> 不思議ですよ。うん、あのうちの親父なんですけど親父あの画家をやってましてで結構あの20代からやって40年間ぐらいやってるんですけど僕が中学その時の話でで当時やっぱこの売れてない画家で。 すごい、その、うちの生活も困窮してたのに、その親父が。またね、あの、で、てってって今日のご飯はなんだろうな。ええ、とか、結構ね、あの、ご飯、飯時になると陽気な感じで出てくるんですよ。なあ、こっちはイライラして、その、みたいな。なんだ、お前、あの、前のせいで、こうなってんだよみたいな感じだったんですよね。で、そんぐらいお金なくて。で、たまに、その、自分の。血を打って、絵の具代を稼いでたみたいな。 なんんか時期があったでですよ、うんでまあ、その絵のモチーフが、あのー、うちが実家が海が近いんで主にに海ををテーマにした絵を描いてるんですよねそんな時の夏の日なんですけども「ちょっとお前さあの絵描けたから感想ちょうだい」って言うんですよ。でえー、珍しいなって今までなかったんですよ感想を求めてくるなんてよっぽどいい絵描けたんだろうなと思って見に行ったら絶句しちゃったんですよそれ。その絵が そのいつも通り「風景は海」なんですけど真ん中に赤い絵の具一色だけで描かれた人形のようなものが描かれてるんですよね。ななんだだこれ不気味だなと思って、ね、でもっと不気味だったのがその顔が描かれてないんですよ。<laughs> でその顔がなんかもう潰されてる感じなんですよ。えー、と思ってなん,でこんなことあんのと思って「どう正義?あ」「あっ僕正義言って言うんだ正義」お「正義お前どうだ?」なんつって。 あまりにも共感できないんでいやこれはちょっとなんでこの海の絵に真ん中に赤い絵の具で塗りたくった絵のが描かれては分かんないって言ったら親父がひ変して首根っこ掴んで「何が分かんないっつって言うんだよ「言ってみろほら!」みたいな感じで「<う>ななんだそのキャラは!」みたいな感じになって「離さ離さーっつって出てフパーて出てったんですよ。<う>でそんなことがあった数日後なんですけどもうちの母ちゃん 母ちゃんの友達、ママ友さんがいたんですけどそのママ友さんが近くの海で漁港で見投げしちゃったんですよ<う>で、すよこの死後1週間たってからなで発見されたもんだから魚に食われたからかもしれないんですけどもう顔がぐちゃぐちゃだったって言うんですよね<う>えーと思ってもしかしたらいや分かんないですよえあの絵を見て そういえば漁港だったよなと思ったんですよ。その風景がね。漁港の絵で女性が真ん中に立っ。てる！いやいやいや、そんな予言してたとか、そんな能力ないよと思ったんですけど、異様に気になるんですよ。うんうん、で、そのおで親父のアトリエがあるんで、親父がいない時にこれ見に行ったんですよ。うん、あの絵何なんだろう？と思ったら奥の方に布にかけられた一枚の絵みたいのがあってこれかな？と思ったらそれなんですよ。 でやっぱり武器みたいな何でこんな潰されてんだろうなと思ったらなんか違うんですよ前となんかその赤一色で描かれたその絵が赤黒くなってるんですよなんか変色してる、うん、でなんだこれはってこれ本当はダメなんですけどこう触ってみたんですよなんつったらポロ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 落ちるんですよこれあれもしかしたらこれ血かなーなんて思った時に お何も勝手に見てんだよっつって親父の声が聞こえたもんだからふわって見たら親父の顔がもうなんかねなんか穴ぼこみたいななんかあの黒い穴ぼこにポッポッポッポンってあってうわこれなんだこの親父はと思ってふわーって逃げていやおそらく僕これ錯覚だと思うんですよこれおそらくなんか変な変な感じになってたと思うんですけどで次の日なんですけどうちあの裏庭があってそこで火を燃してるんですよね火を燃してて親父が。 何もしてんんだろうだと思ったら例の絵なんですよでその絵のことを聞こうと思ったら逆に親父の方から「おいお前駄目だお前これお前がこれ勝手に描いたの?」みたいな「不気味で書描きやがって」みたいな感じで自分が描いた絵全く覚えてるんです親父がね。えー、と思って「じゃああれ何なの?」みたいな感じなんですけどあれから。 親父はその一回も僕にその絵の感想を求めてきた時はないんですよねもしかしたらば誰かに書かされてるんだとしたら今後なんか感想を求められる時が来たらこの誰かが犠牲になるかもしれないんですよねこんな話があったんですよいや怖いですねその身投げした人を書いてた かもしれない,いかもしれないってだけですよ。いやそうっすね、うんはい、ということでですねちょっと早速会談の方もスタートしたいと思うんですけれども、はいはい、どうしましょうかね今日はもう特にフリートークといいますかちょっと思いついた方からという形ではあるんですけど、はい、どうですかねなんかお二人。 言われたらいくらでもありますけどすごい短いしなんか不思議な話なんですけど30半ばぐらいのお父さんの男性の方ですよでその方が、うん、あの自分の息子小学校の息子と一緒になん,かなんとか公園って言ってちょっと大きい公園ね、うん、そこに遊びに行ってたんですって。うん いろいろ見てなんかあのお花のなんかそういうね、なんと,とか園みたいなところもあってみたいな2、えー、人でいろいろ歩いて行ってるんですけどなんか、ね、途中でその公園とは別にちょっと山にこう入るような道があったんですってうん、うん、別にの登山口が何も書いてないんですけど何かでもあるっぽいんですよ。で、おちょっとここ行ってみるかってあの息子に言ったらあ、ここ行きたい行きたいって言うんですよね。 あじゃあって言って手つないでそのまま奥にガーッと入っていくんですよ歩いてる途中でねあれって思うんですよその手つなぐじゃないですかつないだ手があのいつの間にか手の感触じゃないって言うんですよえこれ何かというと要はその手なんで指とかあるじゃないですか<ん>あの指とかがない感じの肉の塊<ん>って言ってるんですよねあれ と思ってその時にちょっとこう自分の息子なんか見れなかったらしいんですよねあれおかしいなおかしいなと思ったらいつの間にか自分の手が何らかの肉の塊に包まれてるんですって、ね、こう繋いでる手がね、うん、でこれおかしいこれ絶対違うぞと思ったらそのままギギギギギって言ってだんだんこう奥にこうギギギギギギ,ギとこうなんか腕を引き込まれるんですよその肉の塊の中にでそれでうわっ これやばいと思って引っ張るんですけど全然抜けないんですよ<え>全然抜けないでうわーと思ってたら遠くからお父さんお父さんお父さんはっ,って気がついたら自分一人でその道の真ん中に立ってたんですって、うん、でえあれあれでも繋いであれと思ったら入り口の方で息子がお父さんそこ行くのって聞いてるんですよ<え>だからということはそのお父さん 誰引っ張ってその中入っていった。っていうのはこういう話があるんですけどももこれはちょっとう後半はただの考察ですけど僕、多分ぬっぺふふふってそれなんちゃうかなと思うんですよ。ぬっぺっぽうとか言うんですけど死人の肉の塊集まりっていう妖怪なんですよ。で、そんな悪いことするとかではないんですけれども人の姿、形に化けるっていう話もあるんですよ。 <で>はあ、それで、まあ、お父さん、手を引っ張っていったけど多分その時はぬっぺふふフやったんでしょうね、はあ、おそらくで気づかんとばかバカされたみたいな感じなるほど、まあ、多分たぶん、ぬっぺふふフの話だとは聞いてないんでただ単に不思議な話と言って聞いたんだけども、はあはあ、なんかちょっとそっちちゃうんかないう風にでも確かに連想しますよね僕も聞いてて、はい、の肉の塊っていうとぬっぺっぽうっていうんですかね。 確か元々なんか中国かなんかの、文章も残ってるんですよね。たか。そうです。そうです。はい、で、最終だからのっぺらぼになってるんですよね。ああ<ー>、なるほど。<ー>まあ、そうですね。こう肉の塊で、こう顔形、顔がないっていうので。し、もなんかこう、なんでしょうね。こう、本当に塊に手が、手足がついてる絵とかもありますけど。そう,そうですね。だそういう、だから、どっちかで妖怪に近い現象というか。そうなんで、すよででその話を聞いて、<ん>そのぬっぺっぽの話を調べたら、<ん>その確かに人に化けるっていう記述もあるんですよ。 それは僕知らなかったんですけどただ悪いことはしないって言ってるからちょっといたずらとかかなとは思いますけれどもそれはお父さん実際それやってめっちゃ怖かったよなと思いますねでも怖いですよね感触が最初は人の手だと思ってたそうそうそう自分の息子の手と思ってたらしいんですけどいつの間にか肉に包まれたて言ってました あでもなんかちょっと珍しい話ですねそみでは。ちょっと気持ち悪いけど珍しいですよね。はい、本当はねものすいいろんなお話をしようとまだちょっといいいいいいんですか全全ままだお時間ありますよ、はいはい、あのー、記憶が食い違うみたいなところの、はい、お話に戻るんですけど、はいはい、あのー、A さん女性の方が。 小学校34年生の時にですねいつも自分が夏休みになると行くおばさんの、まあ、田舎っていうのがあったんです、はい、で、そこに毎年行って、まあ、みんなで花火大会とかしたりとか水いか割りやったりとかして毎年夏も楽しみにしてた、まあ、行事っていうかそういうことだったらしいんですけど、はい、34年生の時の夏にそこに行った時に、まあ、お墓参りとかをして、えー、っとじゃあまあまあ今日は夜寝ようかまあまあ普通にじゃあ翌朝も朝からじゃあ遊ぼうってなってで次の日に。 お盆の時期だったんですけど、はい、あのお盆に海入っちゃいけないよみたいなことってよく言われてるじゃないですか。でそれも言われてたらしいんですけど別にその、まあ、A さん A さん自身も毎年お盆の時期におばさんの家行くし泳いでるしでお父さんも別にいやまあ大丈夫だおばさんはああ言うけれども、うん、別に普通に毎年遊んでるから大丈夫だからなって言ってお父さんと A さん2人でその海に行ったらしいんです。で、うん A さんまだ10歳9歳ですからあんまり泳ぎが得意じゃないので、えー、ビート板ビート板までいかないかな,なんか浮き輪なんですけどサーフボード型の浮き輪だと<ー>なんか別に輪っかとかに穴が開いてるやつじゃなくて、はい、なんかこう捕まって泳げるようなはい、はい、あれを沖の方でこう掴んでバタバタ遊んでたらしいんですよ、はい、でお父さんがそれを近くハッハって見てるような感じの風景だと。である時ある時というか、まあ、その時にですねあの サフボード型の浮き輪にこうやってうつ伏せになってゆら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 ,ゆら揺れてたらお父さんが近づいてきて「ちょっと押してやるよ」って押すんですって、はい、あの足,足の方とかこう押して、はい、で「わ」って最初思いつつも進んでいくんで「はい、わー怖い」とか最初は言ってますけど「お父さん泳げないいののを知っってててるのに押していくんんんんですどどあお父さんちょっともう怖いから」みたいな、はい、ところまでになっても「大丈夫大丈夫あーって言って、はい「 押していくんですってでどん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 押してって遊泳禁止の部位みたいなものが見えてくるところまで来たけど押していくんです大丈夫大丈夫っていうかいやお父さん怖いって本当にちょっと引いてるんですよ A さんも。そしたらお父さんが、まあ、ふざけたのかなんなのか A さんなんかこうボード揺らしたりして、はい、なんかこう足をなんかグッて引っ張ったらしいんですよ。でボードからずり落ちちゃってうわーって A さんこう。 もう水飲んでうわっ、はい、はっはっ,ってなってなんとかそのボードにしがみついた、はい、お父さん何なのって怒ろうと思ったらお父さんが急に「助けて助けて助けて」ってお父さんが言うんですって「はい、え私をいたずらしてたの何が助けてよ」ってなったらどうやらでもお父さんもなんかもがいてるんですって海で。はい、こういったら近くでなんか、えー、大学生2人組ぐらいのが、うん、まあどうやらいたんらしいんです。 でその声を聞きつけて助けに来てくれて「大丈夫ですか?」って言ってその2人が、まあえー、浜の方に戻してくれた。でお父さんと A さんも無事助かったっていうことなんですけどその時に A さんが「まあ、助かった」の後に怒ってるんですよ「お父さん何なの?」と「うん、私が泳げないのも知ってるにあんなに沖まで押していって、うん、なんてことをするの?」って言おうと思ったんだけどお父さんがその時に言ってた記憶と A ささんがががそううれた記憶っていいのが若干違いがあると、はあ、お父さん曰く、はい、いや押したんだと確かに沖で、まあ、あの浜の近くでいる時には押したんだけど途中でそこって山形県の海域らしいんですけど、はい、お父さん曰くねあの離岸流みたいなものに途中で巻き込まれてしまったと。で体の自由が効かなくなって自分自身ももうボードに捕まって。 助かっっってるののがやっとと状態だったとで慌てながらどん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 流されていってしまって、まあ、その遊泳禁止の部位のところまで来た時はお父さんも覚えてるでもその時お父さんももうなんとかしがみついて必死の状態だったっていう時に一緒に捕まってる一つのボードに一緒に捕まってる自分と娘その娘っていうのが急に何者かに引っ張られたかのように海かの中ら落ちたんですでお父さんその時にあ 俺が体重の重のい俺がこれを捕まってるから娘が落ちたんだとじゃあもう俺さえ娘さえ助かればいいから俺はじゃあこのボードの手を離そうって思ったらしいんですそう思った時に A さんが「離さないで離さないで絶対離さないで」って言ったらしいんですよ。はい、でそれを聞いてお父さんは「あそうかじゃあ必死に助けを呼ばなきゃ」と思って「 助けて助けて助けてって声を上げて大学生が来てくれて2人は助けてくれたっていうのがお父さんんの記憶なんですよ<ー>だからお父さんはなんか今でもそうお盆の時期が近づくとその A さんに向かって「あの時お前 A お前が話さないで」って言ってくれたから「お父さん手を離さないで何とか助かったんだよ毎年いつも思い出すんだけどありがとうな」みたいなこと言うんですって。 だけど A さんはそのほ自分の本当のことっていうかはまだ言えないでいるとお父さんそれ以来もうそのお盆の時期というか海には二度と入らなくなったっていうお話なんですけどあまりにもちょっとなんか確かに海っていうで溺れるかもっていう状況だから記憶が混濁していたとしてもあれなんですけど。まあ、でも、 確かに違いすぎますよね。そうなんですよねえ。え <ああ S 2> 今回の体験はですね、えー、うちの親父の友達なんですけれども、まあ、美容師さんをやってましてですね、家族もいるんです。で奥さんと娘二人がいるんですけれども、一度不思議な体験をしたからちょっと相談乗ってくれへんかって言われたとことはあるんですね。 でどんな体験ですか?」って聞いたらその人が寝たら変な夢を見ると自分が運転をしてたら横から赤いスポーツカーがぐーっと走ってきて車線変更して自分の前に入ってくるでその赤いスポーツカーは急加速してキリ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 ドーンですでそこでパッと目が覚めてうわ気持ち悪い夢見たなまあそれぐらいしか思ってなかったんですよ。 ただ翌日も同じ夢を見るらしいんですね。運転してたら横から赤いスポーツカーが来て車線変更して自分の前に入ってくるでそのスポーツカーは急加速してドン。でもその夢には続きがあってキュル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 ドンとぶつかった車のエンジン部分からブワッと火が出だして炎上したらしいんですよ。でそこでパッと目が覚めた。 いや二日も気持ち悪いな何なんやろこれと思ってたら翌日も同じ夢なんですって運転してたらスポーツカーが来て車線変更して急加速でキュリ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 ドンとぶつかったらエンジン部分からブワーッと火が出だすでもその夢には続きがあってブワーッと燃えてる車の中から事故で顔がぐちゃぐちゃになった男の人が熱々熱々熱々熱いってすごい勢いで走ってくるんですで目の前まで来た瞬間にパッと目が覚めたと。 でこれ不思議なもんで,です、ね、夢で知らない人が出てきたら起きてしばらくしたらもうどんな顔かとかも覚えてないと思うんですけれどもはっきりと覚えてるらしいんです。っていうのもそれほどグロテスクな顔をしてたとでそういうことがあったっていうのを聞いててですねそれから、まあ、ここからは現実なんですけれども、まあ、それからいつしばらく経った後にですね奥さんが同窓会のために家を空ける日があったんですね。 で、その日は仕事も休みやったんで、まあ、娘2人と大阪のとある遊園地に遊びに行こうって約束をしてって、まあ、3人車に乗って高速に乗って向かったんですでしばらく走ってると横から赤いスポーツカーがぐーっと来るんですってで車線変更して自分の前に入ってくるあれこれ夢で見たのと一緒やなと思った瞬間その赤いスポーツカー 急加速してキラキラキ,ラキラドン本当にに事故になってしまったんですよでうわやばいこれ助けなあかんと思って危ないんで少し離れたところに車を止めて「お前ら動くなよ!」って言って助けに行こうと思ったんですけれどもそのスポーツカーはもう炎上してて助けれる状態じゃなかったんですよ。で慌てて警察や救急車とか呼んで来てもらって消火作業もしたんですけれども中ですでに男性が一人亡くなられたらしいんですね。でまあ事故の状況とかの説明をしてまあご協力ありがとうございましたっていうことで娘たちのところに戻って。 ま正直気分もめいたんですけれども、まああの楽しみにしてたしということで三人また向かったんです。ま遊園地について遊んでたらね気分もだん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 晴れてきて、ま夜まで遊んだんですけれども、じゃあそろそろ帰ろうかっていうときにゲートを出て、あっせやせやせや今から帰るとお母さんに連絡しようかということで長女と次女を並べてはいチーズと写真を撮ったんです。じゃあその瞬間に長女があつつあ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 つ。 これ喋ってるのは長女なんですけれども声は明らかに低い男性の声なんですってで何やこれと思ってその撮った写真を見てみると長女と次女の間に夢に出てきた事故で顔がぐちゃぐちゃになった男の人が写り込んでたんですではその時の写真がありますのでこちらですどうぞ この話は私の友人で医師をやっている、えー、Y 先生という方から教えていただいた話です。この Y 先生というのは、まあ、産婦人科の医師なんですが、もともとまあ、いわゆる見える人っていうやつなんですね。まあおそらくこの世のものじゃないだろうなっていう物体、えー、小さい頃から見えてたそうなんです。 でまあ医学部に入って病院の実習でいろんな科を回ってまあやっぱり病院の中っていうのもねそういう存在というのはいるそうなんですよこの前先生興味深いお話を教えてくれたんですが病院の中に出るそういった例の類に実は分布があるって言うんですね聞いてみるとまあ病院といってもいろんなこう患者さんの隔たりがあるのでね例えば 小児科だと小さいお子さんの例が出たりそのおそらくお母さんであろうまあ若い女性の例が出たり逆にまあがんなんかを扱うようなねあの慢性期の病棟というところではまあさんの例が出やすいまあ聞いてみればすごく納得度がいくようなお話をしてくれたんですがこの先生婦人科の医師をやっていながら婦人科の病棟に 男性のがが出たことがあるっていうんです今日はそんなちょっとイレギュラーな男性の例が婦人科に出たお話をしたいと思います。この先生妊娠まあ20何週くらいですかねまだもう少しこう外来でねあの通いの通院だけで、まあ、こう治療ができるようなお母様方をですねあの外来で診ていたんですって診察していた。すると ガリガリに痩せ細ってすごく目が乱々とした男性がキョロキョロしながら歩いてるんですってあれちょっともしかして怪しい人が入ってきちゃったかなって思ったんですがその男性の様子どうもなんか生きてるような感じがしないあこれは例のあれかということでもしかしたら霊的なものなのかなと思ったんですまあその先生の直感だそうなんですが案の定パッと目で追うとその男性スーッといなくなるんですって。 ああまあちょっとまた見えてしまったけれどもまあでも婦人科の病棟に男性の例が出るなんて珍しいな、まあ、そんなことをちょっと思いながら診察をしてたんですってまた別のタイミングで先生外来だけが仕事じゃないのであの大きな病院なんでね入院している方々も担当がいらっしゃる入院している方というのはもうちょっと妊娠の周数が出産に近づいた30周代後半の方とかで、まあ、少し。 一般の病院だとねこうあのリスクが高い方なんかを集めてまあその妊娠出産の直前に入院をさせて赤ちゃんを産むというようなそういったまあ入院の塔入院の塔の中で仕事をしているとまた先日見たガリガリの男性が廊下をスーッと歩いてるんです。はあまたあの人だ。まあでもやっぱり 外来の等で見たり入院の等で見たりまあ一人のね患者さんの,あのお父さんとかであればねそんなことはないと思うのでこれはやっぱりなんかな思ったんです少し頭を巡らせてみると少し前にこの先生のご担当ではなかったそうなんですがえまあ今時ねちょっと治療の成績が上がってきているのでなかなか珍しいことではあるんでしょうがあの赤ちゃんとお母さん えー、母子ともにですねまううというケースがあったそうなんです、まあ、これは仕方のないケースだったのそうなんですがまあお母さんと、えー、生まれてくる予定の子供を同時に亡くしたお父さんがですね落胆しながら、えー、そのままお家に帰るっていうようなまあそんなことがあってもしかするとあの時のお父さん ちょっと急にねお一人になってしまったこともあって何か悲しい事件があって一気療なのかね亡くなってしまって霊になったのかまあわからないけれども今こうやって病院に出てきてお母さんとその子供をね探してるんじゃないかまあそう解釈したそうなんです。 うんまあ、それにしてもかわいそうな例もいたもんだななんて思いながらね診療を続けてるんですがその入院病棟でその男性まあなんとなくちょっとやっぱり気になったんでねその男性の例をスーッと追いかけてたんですけど目で追っていくととある病室にスッと入っていくんですよあれ。って思ってそこは普通に入院のお母さんがいるような部屋だしちょっとこれは気味が悪いというか何かあったら困るなと思ってその先生急いでタッ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 とその病棟に近づく。 するとその病室の中で入院してる、まあ、出産間もないお母さんとですねその方楽しそうに話をしてるんですってあれと思っててっきり先生の中ではもう勝手にこの世のものではない何かだと思い込んでいたその男性が普通に出産間近のお母さんと話をしてるんです。 でもこれは出産より少し手前の外来の病棟にもこの人この間いたしなどういうことだと思ってちょっと疑い深く見ているとコツコツコツと病棟の市長さんが近づいてきて「いや先生気づいちゃいました」って言うんですって「え何がです」あのお父さんのことでしょう実はあのお父さん外来で 妊娠二十数週の、えー、出産をしまあ出産間近というか少しね出産まで時間があるお母さんのお父さんでありそして入院している出産間近の方のお父さんでもあるっていうんです。そんなこととちょっと病院があの、まあ いろんな、ね、家族の事情はあるとはいえまあでも病院で本当に実際そのご家族同士がばったり会っちゃうこともあるので、まあ、それはちょっと病院として対策した方がいいんじゃないかってまあそんな話になったそうなんですそのお父さん周りをキョロキョロ見渡しながらすごい焦った様子でね病院,内病院内を歩いていたっていうのももともとの別々のお母さん別々の家族に会わないか心配しながら病棟内を歩いていたそういうことだったのか 先生妙に納得したんですってまあでもそんなトラブルにね病院が加担するわけにもいかないので出産まで少し余裕のある方のお母さんを、まあ、その先生が実際、あのー、別の病院でも働いていたのでね、まあ、そっちの病院の方でちょっと見ていただくっていうことでまあ話は解決したそうなんですご家族を分離することに成功したんですって。ヒヤヒヤしたなあなんて思いながらその先生まあその後も無事出産に立ち会ったり仕事をこなしてたそうなんですが。 まあ、そのお父さんの一件をもうしばらく忘れた1ヶ月2ヶ月後ぐらいにですねあの1ヶ月検診という赤ちゃんを産んだ後の、まあ、お母さんの体と新生児の、まあ、フォローアップのためのお仕事があるんですがそこでですね、まあ、それぞれそのお父さんが、まあ、あの父親となっている別々の家族の生まれた子供を、まあ、別々のタイミングですが見る機会があったんです。 それでねちょっとギョッとしたことに気づいちゃったそうなんですがその共通のお父さんを介した別々のおうちにどちらも女の子が生まれたそうなんですその女の子下の名前が全く一緒なんですってちょっとこれはすごく気味が悪いというかまあそのお父さんは本当に何を考えてるんだって僕もその話を聞いてそんなことを言ったんですね。 やばい先生それやばいねそのお父さんどうなっちゃってんのでも Y 先生はねうーんちょっと首をかしげて言うんですよこれねやばいお父さんの話だと思うでしょうまあ僕も大方そうだろうなとは思うんだけどでもちょっと僕の中ではねやっぱりこのお父さん普通の生きてる人じゃないような気がするんですよ Y 先生僕に言うんですねそのね娘さんの名前 まあそんんなななにメジャーな名前じゃないんです少しなんなら変わった名前ではあるんですがその地区の中の1ヶ月検診で同じ名前の女の子がやたら多いんですこのお父さん本当に何者なんでしょうか <music> ちょっと2年前ぐらいの話なんですけど2年ちょうど2年前ぐらいですかねあのそのなんか時代に即したって言うと変ですけどあの、まあ、僕タクシーに乗ると必ず運転手さんに「あの幽霊見たことあります?」って必ず聞くようにしてるんですけどそうすると「いやないです」っていう人もいれば「えっ何でわかったんですか?」みたいないう人もたまにいたりして<ー>で、えっと、ある時に乗った人に「 なんかいろ見たことあります?」って言ったら「いや僕はないんですけどうちの営業所でなんか見たやつがいるっていうかなんか変な体験したやつがいるっていう話をしていてえどんな話ですか?」って言ったら「いや僕も全然聞けてなかったんだけどこの間ねあの喫煙所で話聞けたんですよ」って言って話してくれたのがその運転手さんがなんか渋谷を夜の11時ぐらいかな走ってたんですって。そうしたら、まあ、渋谷で その女の子一人乗せたと年は19か20歳ぐらいで髪の毛がまあ黒くてセミロングぐらいでちょっと細くてなんかこうなんていうんですかねうんちょっと紫色のカーディガンみたいなのを着た感じの、うん、なんかそういう女の子だったそうなんですね。で「えー、どちらへ?」って言ったら「あの千葉のどこどこ?」っていうふうにちょっとまあ言ったんですけどちょっと地名忘れちゃったんですけどっていうとこまで行ってほしいって言われて。 で結構遠いなと、まあ、こっちからすると長距離嬉しいからあれだけどまだ、まあ、終電も残ってるし随分かかるなと思いながら「まあ分かりました」って言って、まあ、運転させたんですってでしばらくこう走りながら「今日はお買い物ですか?」って言ったら「はい」え友達と?」って言ったら「ああそうなんですよそのつもりだったんですけどね」なんて言いながらまあ走りながらそんな話をしてたっていうんですね。 でまあ高速乗って結構まあ千葉の奥の方まで行ってまあ高速降りてでまあ彼女が「ここはこうですああです乗ってください」とかいろいろ言うんでまあそのまま走ってたそうなんですよで結構こう住宅街の中に入ってってうーって走ってる時にもう値段ももう2万近いんですねそれでこう走りながら まあすぐ行くところに行った時に「その角を左に曲がるとあるちょっと先にある茶色い屋根の家です」って言うんですってそれで「あ分かりました」って言ってその角をこう曲がってパッて見た時になんか茶色っていうかまあもう夜も遅いんで街灯とかに照らされてあれ茶色かなと思って「あれですか?」って言ったら後ろもういないんですって。で「あれ?」周りを見たけど誰もいない。 で外もも見たんですけどそれっぽい人もいない人なあれでもまあ2万円ぐらいなんでそういう時って必ずもうロックももちろんしてるし外に逃げられないようにっていうのはもうタクシーのおじいさん皆さんそうらしくて気にしてるんだけど絶対降りた形跡ないなと思ってで周りも見たんですけど誰もいないんですってシーンとした誰も通ってないような道でこれもうしょうがないなと思ってとりあえずそのタクシーを降りて。 その茶色いい家というとうころに行っったんですって、まあ、中真っ暗でどうしようかなと思いながら一応ピンポンって鳴らしたら、まあ、数十秒したら奥がちょっと光ついてガタガタ音がしてガラガラって開けたらまあ50代後半ぐらいのおじさんが出てきたと眼鏡かけた。で「はいあのすいませんあの実はこれこれこういう方をお客さんをまあ渋谷で乗っけて」 ここまで来たんですけど、えっ、ー、と、一応まあ、あそこの家だって、こちらの家だっていうふうにおっしゃってて、そこまで来たんですけど、ちょっと、見失ってしまって、帰られてますかって言ったんですって。そうしたら、そのおじさんが、ああ、じゃあ帰ってきたんですね。って言って、おいくらですかって言われて、まあ、2万円ぐらいって言ったら、その2万円払ってくれた。それで、ガラガラがピシャッ っめらられちゃったらしいんですねなんか有名な話であのタクシーの運転手さんが人を乗せて「ここ行ってくれあそこ行ってくれ」って言って「ここの家だ」って言った瞬間にいなくてそうしたらそこでお葬式やってて中入ったらそのお客さんがのお葬式だったみたいな話って結構まあ聞いたことあるんですけどでもその運転手さんからするともう閉まっちゃったしあの人はどうだったんだろう。幽霊だだっったたののかか人間だったのか 分からないと思ってまあしょうがないなと思いながら帰ってきたんですってでもその時その運転手さん一つあることに気が付いてドライブレコーダーがあるはいっって思ってそのまま営業所に戻ったそうなんですねでまあ上司の人に実はこれこれこういうことありましたお金ももらったんで大丈夫なんですけど一緒にドライブレコーダー見てもらえませんかっていうことでまあその上司の方と。 二人で見たそうなんですねそうしたらそこに映ってたのが誰もいない後ろの座席に「今日お買い物ですか?」ってずっと自分が喋ってる映像が映ってたんですって。だからなんかでその話を聞いて「うわー何ですかその話」いい話聞かせてもらいましたみたいな話でまあその後も何回かタクシーに乗った時になんか。 幽霊の話しませんか幽霊見たことありませんかって言ったらおととしその時は結構そのタクシー業界でもその話広まってたっていう話を聞きましたへえー僕が働いている吉本興業は東京の新宿歌舞伎町に本社があるんですね。 で、そこでまあ、日々芸人がネタ合わせしたりとか、まあ、吉本の仕事の会議したりとかしてるんですけど、えー、そこでネタ合わせをですね、相方としていたときに、熱が入りすぎて終電なくしちゃったんですよで。しょうがないなと思って、今日はタクシーで帰ろうと思い、まあ、本社を出て走ってたタクシーを捕まえたんですよ。すいません、どこどこまでお願いしますって家の住所言ったら、ちょっとね、不愛想な人だったんですよ。はい、かしこまりました。みたいな。あ,あんまり。 喋らない方がいいタイプだと思って、まあ、静かにしてたんですね後ろで携帯いじりながら座ってたら突然ですよその運転士さんが5 4 3 2 1な急にカウントダウン始めてちょっとあっけんにそられちゃったんですよでもそれ以降全く喋んなくって この空気が嫌だなと思って意を決してちょっと聞いたんですね何ですかああ息子のね誕生日なんですよそう言われて目の前にあったモニタータクシーの後部座席に座ると見えるモニターをぱって見たら0時00分だったんですよ 要は日付またいでお子さんの誕生日だからっていうことでカウントダウンしたんだってことなのかなと思ったんですけどそれにしたって意味わかんないじゃないですかで降りようかなと思ったんですけども高速乗っちゃってたんですよとりあえずもう家まで行くしかないわと思ってそれ以降一切喋ることなく後ろでも携帯もいじらずにね静かに座ってたんですよでまあそれ以降は何もなく家の下までついてお会計いくらいくらですはいっつってお金渡してやり取りしてて最後お釣り線パッて渡してくる時に僕の方を見て 本当に子供いいると思いました分かんないですって言ってさっとお釣り受け取ってそのまま帰ってきましたえ果たしてこれがまあ何かに取り憑かれていたからなのかもしくはちょっとヤバめの運転手さんだったのか、まあ、真相は分からないんですけれどもとにもかくにもう二度とそのタクシーには乗らないと心に決めました。 あのーまあ、最近ね僕仲のいいともくんという男性から聞いたんですけれども、えー、今30代のこのともくんが小学校4年生の子休みの頃夏休みに入ると自由研究というね課題があるんですけど休みに入ってからもこのともくん何を研究するかね全く決めかねていたんです。 でどうしようかなと思ったらある晩、まあ、いつものように自分の部屋で寝てましたら夜中突然枕元のこの窓外からバンッという音がするんですでガバッと起き上がって窓の外を確認するんですけど何もないでこのともくんの部屋も2階なんですよねでガラガラと開けて下覗き込むけど何かが落ちてるってこともないんですあれ何の音だったんだろうなと思ってたその翌日もやっぱり夜中 窓の外からバンッと音が聞こえるんですこれ一体何が鳴ってるんだろうと。でさらに3日目今日何かねこれ現れるんじゃないかと思ってその正体を突き止めてやろうと思ってこのともくん起きてずっと窓の外見てたんですと夜中の12時13分になった途端窓の外から人間の手でバンッと叩かれるんです ただそのままこの手ってのはふっと消えてしまう。ですごいもの見たなとあじゃあ今年の夏休みの自由研究これが何なのかを研究しようと、えー、研究材料に選んだらしいんですね。で不思議と恐怖心はなかった。でまた明けて次の日も起きてねじーっと見たらやっぱり夜中12時13分に窓の外から人間の手でバンと叩かれる。 喜んでたんですけどさらに次の日やっぱり起きてたら窓の外からバンただこの日はこの手消えなかったんですそのまま窓の下に向かってずーっとずり下がっていくんですけどそれと同じ速度で反対側から人間の顔が上がってくるんですその顔っていうのが全く見ず知らずの中年の女性なんですよ。さすがにそれ見た瞬間トモ君ゾクッとするんですけど 窓の外なのでねあの夫なんかはそんな聞こえないんですけどその女性口を動かかしてて何か言ってるんですよですその動きからしてこんにちはっっって言って言るのが分かったそうなんですよただそれ見た瞬間まあ不思議なんですけどね僕その後の後記憶ないんですと気づいたら朝になっててでさすがに変なもの見てねちょっと自分も動揺したんですけどまあ昼間になればそんなことってすっかり忘れてしまう。 で昼間お父さんと一緒にこのともくん家のね裏手が山になってるんですけどそこに犬の散歩に出かけたと、まあ、いつもこの親子でね犬の散歩で行く山でそんなこういつも人がいるわけじゃないただその日に限って山道こう上がってったら見ず知らずの女性が立ってるその後ろ姿見えるんですで数メートル後ろからそのともくんがね女性に向かって「こんにちは」って。 で声かけたんですけどその女性振り返ることもないんですお父さんあの人挨拶したけど返事返してくれないねで、まあそのままね親子で山一回りぐるっと頂上まで行って戻ってくるとさっきの女性同じ場所で同じ姿勢でまだ立ってるんですそれ見た時にさすがにこのトム君のお父さんも何か異変感じたのかダーッと駆け合ってくる駆け寄った途端すぐ息子の方振り向いて ダメだ首つってるですぐともくもかけてったんですけどやっぱり近く行ったらねこの女性木でこのロープ引っ掛けて首くくってたと。で正面に回り込んで顔見たんですけどその女性の顔っていうのがまさにあの窓の外からねうすっと伸びてきたあの顔だったと。だからこれね六さんあの,あの女性 まあ自分が亡くなったっていうのを僕に知らせに来たんじゃないかなって言ってたんですよ。ただ僕もそうだとは思うんですけどただ僕ねこれもう一つ可能性があるんじゃないかと思ってその女性のね、まあ、ご遺体にトモ君後ろかからこんんにちはって声かけて声けるんですよねそれに対しての「はいこんにちは」っていう返事だったんじゃないかただそれを1日前にこの女性伝えに来てるんじゃないか そう考えるとこの、まあ、僕らがねよく言うこの幽霊とか、まあ、霊界っていうものってこの我々の次元とは時間の概念そのものが違うんじゃないかなと時間を遡ることも可能なのかな、まあそんなことを思ったお話だったんですね。 僕ですね、同い年かちょっと上ぐらいの岡山県のなおかつあの地元もほぼほぼ一緒っていう、まあ、先輩のテレビマンがいるんですよで。その人も僕と一緒で心霊とか好きで心霊番組とも一緒に使わせてもらったりとか時々ですけどするんですけど、まあ、その人から聞いた話でその人がですね小学生の時にまあ友達が全然いなくてで唯一いたのがお寺の 息子の2つ上の先輩なんですよ小学校のでその人と毎日帰ってって学校から年離れてるんですけどである団地の前に着いた時にそのまあお寺の息子が「おいあそこ知ってるか?」って言うんですよ「何何?」なに,なにて指さしたのが団地なんですよねあそこ幽霊団地らしいぞ幽霊団地すごいねでも嘘でしょ幽霊なんて出ないよって言ったら「いや出んのよ見た見た」 幽霊見たの幽霊見たわけじゃないんだけど、ちょっと前にね、あの、深夜にお寺にね、あの、同じ学校のね、ままるくんがね、駆け込んできたの。でね、なんだろうと思って、聞きみ立ててたら、その男の子がね、なんか喉渇いたなって言って、まあその団地の何階かに住んでて、駆け降りてって、下に自販機があるから、そこでジュース買うて、また登ってね、帰ろうと思ってたら、階段駆け上がってたら、その足が見えたと。黒多い。 誰か帰ってきたんかなこんな遅くにって思。でもその、えっ、ー、と、団地みんな仲いいから声かけようと思って、トン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 と追いかけていったら、もう、顔もなんもない真っ黒い影が階段を上がってたって,ってそれ見て怖って階段かけ置いて、で、近くにお寺あったからお寺来たって言って。でそれは怖かったね。ほんだらもう朝までおってええから。ほんで朝終わったら、朝鳴ったら、ほな君、帰ったらええよって言あ、わかりました。みたいな話で,てで。こんなんあったから、 黒い影は出るんだよ。いや本んにいや怖いなあ怖いなあって言ってバイバイって話して別れてその友達おらんので、まあ、学校行ってもボーっとしてたらある日ですね男の子が声かけてくれるんですよ同級生のその子が転校生なんですけどすごい活発で男前で走るのも速いみたいなそんな子が話しかけてくれて「あのね友達になってあげるよ」って転校生が言うわけですよ。え え、嬉しい、ありがとうって言ったら、え、なんででもって言ったら、僕ね、お父さんがね、警察官なんだよ。でね、僕は将来お父さんと同じ職場で働きたい。要は警察官になりたいんだよね。お父さんがよく言うんだよ。あのー、困ってる人助けてあげなさいって。だからね、昨日の晩に、学校でちょっとね、誰とも仲良くなれない男の子がいるって話したら、ああ、それはね、仲良くなってあげないと。 警察官になれなれいぞってて言われてあ分かったじゃあ仲良くなるね」って言って困ってるから仲良くなってあげようと思って、まあ、その人からしたらちょっと複雑だったらしいんですけどああんか僕に興味持ってくれたとかじゃなくって警察官のお父さんともうその前の晩に話して仲良くなってあげなさいって言われたからかと思いながらもまあでもこんなね人気者に声かけられたから嬉しいなって思いながらで今日さうち来なよあいいのって。 お兄ちゃんがね、ゲームたくさん持っててで、ゲームやろうよ、お兄ちゃんの。お兄ちゃんにバレたら怒られるかもしれないけどね、とかって言いながら。ああ、ありがとう、ありがとう、って言ってんな、もう一緒に帰って帰りに、あその、お兄ちゃんのゲームしようって言って、帰り二人で帰るんですよ。で帰ってたら、なんか、見覚えある道やなーと思った。スーッたりいてたら、あそこあそこって見さしたのが、その幽霊団地だったんですよね。うわ、幽霊団地だと。 黒い影出るところやんと思うまあでもここで「あ幽霊団地だからやっぱり部屋行くのやだ」って言ったらやっとできそうな友達が怒っちゃうかも隠してそのまま行くんですよ。団地の階段上がろうとしている時にやっぱり怖くって「ここ幽霊団地なんだよね」って聞いたらその男の子がスッって笑ってたのを覚めて誰から聞いたんね 誰から誰から聞いたんね誰からって言われたえっいやいやあのいや,いやあのえあ幽霊団地ってことはもう認めた上で誰が言ったかって聞いてきてんのって思ったら怖くなっていやあのえっといや誰から聞いたとかじゃなくってって言ったらあっ誰でもええけどスーッと登ってって怖っと思いながらも階段ついていくんですよ登ってって3階か4階ぐらいに。 家やってギーッて開けてなんか入ってる頃にはもう笑顔なんですよこれこれいっぱいあるでしょって箱いっぱいのゲーム見てどれやるどれやるって言ってもその子ゲームあんまやったことなかったからもう分からんなりにこれこれって言いながらゲームやるんですよピコ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 数時間ゲームしてたらそこにお兄ちゃん帰ってくるんですねあお兄ちゃんのゲームしたら怒られって言ってたけどどうしようかな大丈夫かなって思ってたらお兄ちゃんが「おおみん子やね友達になったん仲良したってこいつもね実は人見知りなのよ」とかって言いながら「そうなの?」って言ってわーって話してたら「お兄ちゃんいい人だな」 いう話になるんですよその時にトイレ行きたくなってそのタイミングで「トイレ行くね」って言っててほなそ,その子が「あそのねあの左曲がったとこはお兄ちゃんの部屋だからまっすぐねトイレはそこ入らないでね怒っちゃうからお兄ちゃんあ分かった分かった」って,ってお兄ちゃんの部屋見ながら「ここか」って思うからすスーッとっとまっすぐ行ってトイレするんですよで戻ってきてお兄ちゃんいて「あーゲーム俺もやろうかなでもなまあ勉強もあるからなどうしようかなまあいえ,えわでも腹減っててな俺」ってんか変なこと言うてて 俺ね、あの、部屋いるから。お母さん帰ってきたら、あの、ご飯作ってくれるように言うといて。で、ご飯できたらよ呼んで、俺も行くからお。分かった分かった。ほんだねーって言って、スーッと行って、右曲がって、部屋入るんですよ。ガチャンと閉めて。あれ左がお兄ちゃんの部屋って言ってたけど、あれもう一人お兄ちゃんおるんかなと思って。あの、お兄ちゃんって、二人おるなんで一人よ二人兄弟。 あれでも左側お兄ちゃんの部屋で入んなって言ったけど右側入ったよな今どういうことやろすっごい気になってトイレ行くふりしてその左側の部屋入ろうと思ってドアノブガチャッと引いて中見たんですよそしたら何もないガランドーの部屋やったんですよ引っ越してきてすぐぐらいのカーテンも何もしてないんですよ何も置いてない家具も何もない部屋 え何これ怖っと思いながら他のところはちゃんと家具あったりとかしてんのに生活感あんのにこの部屋だけが全くない気持ち悪いなちょっと入って何もないなあなあこれと思いながらもうええわと思ってふっと振り返って帰ろうと思うもうその部屋から出ようと思ってたら後ろから物のとするんですってドタッてんか視線を感じると。 でボソボソなんかつぶやのも聞こえるいやいや何もおらんかったはずと思ってふって振り返ったら黒い影がこうねクッと座ってあぐらかいてるんですって背中向けて「うわっさっきいなかったでしょ」ちょっと怖なりながら「えっ?」じっと見たら目があったんですって「あれ目あのおかしいでしょ」だって背中向けて「え と思ったら首がグリンと曲がってて、で血がダラダラ流れるんですってで。うわーっと流れて、手もぐにゃぐにゃなってって見てたら、足もぐっちゃぐちゃなって、で、黒いなって思ってたのが、警察官の格好したんですよ。で、ぐっちゃぐちゃなって、で、これから目離したら俺もうこの、取り殺されるんじゃないかなっていうぐらい怖くって、目を合わせながら、ビビりながら、震えながら、後ろ手でで、ドアノブつかんで、ぐーっと押して、そっから出ていった。なんだ今の。え 警察の格好したやつが体ぐっちゃぐちゃなってこっち見ながら血流してた。怖っ。夕暮れ団地やん、ここ。って思って。そのまま、ちょっと用事できたから、って言って、わーっと、まあ、その家から出て、で、階段駆け下りていくんですけど、もう怖なって足が震えてるから、もうドタ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 転びながら、でそっからも家帰って、いや、あの、あの、あそこの、あの団地行って、ってお父さんお母さんに話して、あの黒い変な影がぐにゃぐにゃなって、もう、あの、あの、って言ってたら、いやー、嘘つけ、な、俺かい、って言われ でも友達もおらんしたりも話せんしどうしようどうしよういや怖い怖いって思いながらでそのまま学校行くんですよでそのまま友人がおったからあのー、あのー、種あげるとしたら無視されるんですって多分あそこの部屋開いてんのバレてるんですよねあのー、あのえっとあのーって言っても,もうスーってどっか行ってあー入らんかったよかった怖いも見ちゃったなって,ってでまた結局二つ上の先輩と一緒に帰るんですよその時に あそこのさ、団地さ、友達いてて、でそこ入って、なんなんあって黒い影ぐちゃぐちゃなやつ見てって言ったら、信じてくんないだろうなと思ったら、ああ、信じるよ。え、信じてくれんの信じるよ。うん。見たからね。見たいや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 、見てないよ。だって、あの、あの家に入るわけないじゃん。知り合いでもないのに。いや、見たんだよ。あのー、 あそこの両親ってさ、何やってるか知ってるいや、あの、警察でしょああ、お母さんはね、お父さんはね、元警察官、亡くなったの。歩いてたら、警察仕事してるときに、後ろからね、車でドーンと跳ねられて、そのまま引きずられて、体ぐっしゃぐしゃになって、亡くなっちゃったの。んで、お寺で、お葬式とか、いろいろやってるときに、僕もちらっと覗いたんだけど、話聞いてたら、もう、 ひすぎに入れるときにぐしゃぐしゃだから、もう体をもうぐっと押し込めて、まあ人間の形にするのが大変だったっていうのを話したのよ。だからね、信じるよ。多分ね、お前がそこで見た黒い影、ぐちゃぐちゃになったのって、あの子のお父さんだと思うんだよね。だってあの子がお寺でビービー泣いてんのお母さんがビービー泣いてんの俺見てるもん。警察官もいっぱい来てた。それだよ多分。だからね、亡くなったお父さんだと思うんだよね。あ、そうなんや。 お父さんなんだっはあでも亡くなったお父さんが多分いたから部屋をもう今使わないからきれいにしてるんだでもお父さんを見て怖がって逃げちゃったら確かに尊敬してるお父さんって言ってたし気分悪いよなこれ謝らないとなと思って何度も何度も謝ろうと思ってたけれどもそのうちに転校しちゃったんですだから謝れなかったな と思ってたらあれって思ったことがあって昨日ねお父さんと話してたらねクラスの中で仲良くなれない人がいるから遊んであげなさい友達になってあげなさいって言われたんだよだから友達になってあげようと思ってねって言ってたけどその時にはもうなくなってるよなえ誰と話してたんもしかしたらあのぐっちゃぐちゃになった あのお父さんとと話してたた思ったら怖っなたとそしたら一番最初に聞いたあの黒い影が階段上がってるっていうのも黒い影なんじゃなくってコスチュームで警察官の格好だから真っ黒いのが上に上がってたんかなって思ったら全部つながって怖くなってそれからその団地行くのが 怖くなってまあ、そこ行くと近道なんですけどそれからは回り道して帰って卒業するまで1回も見んとそのまま岡山のそこから上京して今テレビもあってそれから1回もそこには見てないでそこも僕あの帰省した時に行ったんですよその団地そしたらねいろいろ調べてみたらそこあの警察官だけが住める警察官用のまあ団地。 だからそう警察官しか住んでないからやっぱりその人が見た黒い影っていうのはお父さんかどうか分かんないけれども多分亡くなられた警察官の影だったんじゃないかなって僕はそう思いますね。